水曜ザベーライン、今日の6時台はラジオなのにフォトバトル。さあ今回のお題は日本、どっちの写真がいいのか投票してください。リスナーの皆さんも6時になったら日本をテーマにした写真ツイッターに投稿してロビンにお手本見せてください。4時からはバズーカ山田と岡田ロビン翔子のザベーライン、見てからじゃ間に合わないんだけどね。さあそしてですね、あの柿のさ食べ方っていうのがあったじゃないですか。リリアンさんがねちょっと簡単にできて美味しそうなのあった。柿ね、余った柿を一度に食べきれず余った柿はトースターに入れておよそ10分焼くだけで焼き柿の完成です。これ簡単にできてちょっと美味しそうじゃないと思って、なんかまあ料理するとかっていうとちょっと身構えちゃうけど、余った柿を普通に食べるように切ってオーブントースターで10分ぐらい焼くと美味しい焼き、甘みがこうギュッとなるのかもしれないんで、ぜひ試してみてください。柿が美味しい季節ですからね。今日もたくさんのメッセージそしてツイートありがとうございました。一等との当選者1名は発送を持って返させていただきますので楽しみにしていてください。もちろん、来週もメッセージお待ちしておりますので 1等4@bayfm.co.jp までです。明日はピカ子さんの木曜イットです。皆さん覚えてますか？ピカ木イットになりますので明日はピカ木イットでよろしくお願いいたします。さあこの後4時からはザベイラインです。バズーカ山田さん、岡田ロビン翔子ちゃん、はい。柿は果物の方の柿の柿ですね。そうですよね。間違えちゃダメなんですよ。そう、果物の柿をちょっとオーブントースターで10分ぐらい、焼き柿立つもどっちか全然わかんないよね。そうそう、デザートになるとわかんないよねっていう。そうなんです。果物の柿をそうやってやると美味しい。美味しそうですね。美味しそうだよね。ね、やってみたい。いいじゃない、クックロビンで。あ、いいですね。じゃ来週それにしよう。ここで言っちゃった。全然もうパクリだから。ダメだ。バレちゃいますからね。ということで今日の、はい、ベーライはこの後バズった山田ら、そして5時台は気にしすぎということで、あの自意識過剰、被害妄想、人に気にしすぎと言われることを、はいはい、小心者になってしまうこと、ね、原さんは気にしですか？ありますか？原さん、私小心者なんですごい気にしすぎです、うん、本当ですか？自意識過剰っていうか、なんか自意識過剰なんだね。自意識過剰なんだね、きっとね。そう言われるの嫌だよね。自意識過剰なんだね、きっとね。嫌ですね、私ね。気をつけたいと思います。いやいやいや、でもありますよ、ね、そう、絶対みんなあると思うので、ね、ぜひメッセージ、ベイライン、アットマーク、bayfm.co.jp までお待ちしています。はい、じゃあこの後よろしくお願いします。はい、いや誰でも気にしすぎなところはあると思いますので、ぜひ皆さんこの後ザ・デイラインでお楽しみください。さあ今日はお天気良かったですけれども、明日からまたちょっとねお天気心配になりますので、十分に皆さん雨など気をつけてください。私とはまた来週の月曜日1時にお会いしましょう。ラブパワーステーション時刻は午後4時を回りました。バズーカ山田と岡田ロビン翔子のザ・ベーライン。はい、今日はね非常にいい天気でございますけど、いや気持ちいいですね。週末ねちょっと雨の日になりますけれども、確かに確かに今日は予定のところが多いと思いますが、いやでもちょっとね髪切りました。髪切りました。さすがに今回はみんな気づいたみたいですね。スタッフの皆さんみんな、そうですね、言われましたよね。はい、言われました。かなりね30センチぐらい切ったって言われたんですけど、そこまでは切ってない。そこまでは切ってないんですけど、ちょっと前がどのぐらいだったかちょっと記憶がね、そうなってしまうと分からなくなるんですけど、ちょこちょこ切ってるんで、でも結構人生の中で一番短いぐらいのショートになってますね。あ、だそうです。まあでもそんなことはどうでもよくて、ね、最近私ちょっと悩みがあって、はいはい、英語が喋れないっていうことを信じてもらえない機会が多いんですよ。やっぱこうラグビーもあったりしたせいか、そうですね、今世界中からね日本にねいろんな方がいらしてますけれども、外国の方がたくさん日本に来てるじゃないですか、はいはい、で前からその結構道をね尋ねられたりとかあったんですけど、どんどん増えてきて、ああ近頃ね結構2日に1遍ぐらいのペースで道とかを聞かれるから、お兄ちゃんに私は英語が喋れませんってなんて言ったらいいのって言ったら、 I'm no speak English って言えば伝わるよって言うから、お兄ちゃんにわざわざね、そうだからいろんな人に言われても I'm no speak English って言ってたんですけど、あまりにも言ってたらちょっと発音が良くなってきちゃって、I'm no speak English みたいな感じでちょっと早く言ってたら、信じてよ喋れるじゃんみたいな、あ、喋る気ないんだけど本当は喋るんだろうと、それしか喋れないけど、うん、それをあまりにも言いすぎて、うん、I'm no speak English ってめちゃめちゃ早口で言えるようになっちゃって、まあ、大したことないですけどね。いや、まあ、門脇さんとかに比べたら、まあ、全然大したことないけど、いやでもその単語知ってるならみたいな感じで、なるほど、ね、すごいガン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 話しかけられちゃうから、
どうしたものか、どうしたらいいんだろうっていうので、ね、最近悩んでおります。あ、悩んでるんですね。日々悩んでおります。それは英語を喋れるようになれば、だってね、前この番組で言ってたじゃないですか、何かの表紙に思い出すかもしれない的なことをね。そうなんです。だって7歳、何歳ですか、6歳、何歳、7歳までです。7歳までね、アメリカにいらしたわけですから。そうなんです、ね、その時喋ってたんでしょうね。喋ってました。主に英語を使ってたんですね。初恋の相手は JJ という名前です、ね、その人とは英語で喋ってた、はい、もちろんです。だからもしかしてね、覚醒してパッと思い出す可能性がこの番組中にもしかしてそうなるかもしれないね。皆さん、ぜひ期待して、急にペラペラになるかもしれない今まで薄い意味の英語ペラペラだったのが急にね、ペラペラ喋れるようになるかもしれない、ね、何かの表紙でいけるかもしれないですけどね。そういう意味じゃ、僕はこの間フランスとね、はいはい、シーハンターのフランス版で、フィリップ・ラショーさんっていう向こうの主演、脚本、監督の方とお会いして、あら、まあ、フランス語でね、ちゃんと挨拶した方がいいだろうって、スタッフがじゃあ教えてくれて、はいはい、ね、ジマペール、小市山寺って、マイネームズ小市山寺って意味だよって、だから会った時に、ね、ボンジューって、ジマペール、小市山寺って言ったら、おーっつって、アンシャンって、はじめましてみたいなこと言ったんですよ。はいはいはい、それで、おーなんてなって、後で強くなって、山田さん、フランス語喋れるんですね。全然です。さっきので以上ですって、あ、なんだって言われたっていうね。触りだけ、まあ、ちょっと発音が良かったのかな。ジモペル、こちらまでら、ジモペルいいですね、お互い頑張りましょう、はい、語学をさあ今日のメニュー紹介しましょう。4時台はバズった山寺でございます、はい、芸能スポーツに限らず、ネットニュースやツイッターのトレンド、売り切れ続出の新製品など、バズってるものを幅広くピックアップします。皆さんも、周りでね、バズってるもの、流行ってるものを教えてください。はい、メッセージはベラインアットマークベイ FM.co.jp、 BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。ツイッターの方はぜひハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。そして今日の5時台は気にしすぎ、うん、これでいきたいと思います。ギーッとハテナがついてますね。気にすぎ、自意識過剰、被害妄想、人に気にしすぎと言われることね。あ、それ気にしすぎだよ、あんまり気にしない方がいいの、すごく気にするよねとね、まあ、先ほどね、ロビンさんが言ったね、はいはい、外国人の方にね、うん、もしかしてこうね、聞かれるんじゃないかと。そう、で、そんなに期待されてないかもしれないんですけど、いや、期待されると思ってるから。あ、そうですか、ね、まあ、小心者の方に多いと思いますけど、気にしすぎ、確かにありますね、エピソードぜひ教えていただきたいと思います、はい、そして6時台はこの人、街の話題のスポットに新出鬼没、マシカの DJ シマちゃん登場です。この方も小心者でしょうさあ今日はどこに行ってるんでしょうか。ゆきょう、はい、いろんなこと気にしすぎの BFM 小心者の会副会長、福原です。そうだ、副会長なんですね。私会長ですけどね。会長元気ですか、はい、よろしくね副会長、うん、頑張っていこう、小心者同士ね。あれでもロビン好きな CD プレゼントしたんだ、はい、本当はもうめちゃくちゃ喋れるんだよねいやだからあとちょっとなんですよ。その時を待ってんだ。あとちょっとなんです。こっそりあげたんだけどな。いやもちろんもちろん聞いてるんですけど、あとちょっとのところで今止まってるんですよ。そっか、あれでね、ひまちゃんのおかげでね、サポートがあって。今日の5時台、そんないろんなね、小心者エピソードが続々登場するわけですけれども、はい、6時台はね、ちょっと違った視点の、うん、気にしすぎをレポートしたいと思います。違った視点、違った視点の気にしすぎたの、何だろう、一体どんな気にしすぎなのか、6時です、お楽しみに。わかりました、6時台よろしくお願いします。お願いします、はい、さあということで6時台の真ん中はラジオなのにフォトバトルでございます。今日のテーマは日本ということで、まあ、さっきも言いましたけどね、はい、うんうん、ラグビーワールドカップなどで、外国人の方が日本の写真を撮ったりしていますが、日本にたくさんいらしてますからね、はい、日本人が思う、うん、これぞ日本的な写真バトルということで、リスナーの皆さんももし画像フォルダにそんな写真があったら、ね、6時台の真ん中にツイッターにね、ハッシュタグベイライをつけて、これぞ日本的な写真を投稿していただきたい。これぞ日本、まあ、ね、いろいろありますよね。え、いろいろ、なんかいろいろあるけど、それ写真一枚で日本全部表すっていうのはなかなかね、全部っていうかテーマが大きいですからね。考えましたよ私も。ぜひ皆さんもね、うん、まあ多分ね、皆さんロビンさんよりはいい写真がね本当にそう負けてるから頑張ります。圧倒的に私がリードしてますんでお願いします、はい、今日はプレゼントもございます千葉県栄町ドラクロ豆生産販売協議、推進協議会、ドラクロ豆生産販売推進協議会より、栄町の名産品ドラ豆の枝豆、うん、200g5 袋入りをワンセットにして3名様にプレゼントします。はい、後ほどね、ちょっと詳しく紹介したいと思います。ご希望の方はお名前、はい、ご住所、お電話番号明記の上、ベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp まで。なお、プレゼントの発送は栄町ドラクロ豆生産販売推進協議会からとなります。はい、さあそれじゃあね、今日のオープニングいきましょう、はい、ちびまる子ちゃんの主題歌からいきたいと思います。10月6日の放送回からですね、10週連続ゲスト声優祭りと題してお送りしている中、
先日ね、私と田中真由美さん、先輩である田中真由美さんが初めてちびまる子ちゃんに出演するってこと発表になりました。すごい。ちなみに私は11月10日の放送回で、はい、モノマネがすごく上手な、露天商のおじさんっていう役なんですよ。気になりますね。これね、もう待ってましたっていう感じで、モノマネがメインなんで、もうぴったりじゃないですか。いや、もう本当にまる子ちゃん出なかったんだよ。めちゃめちゃ嬉しくてものすごい盛り上がって、うん、主役のね、田中さんはじめね、その後ね、みんなでね、お食事会ってね、すんげえたくさん飲みました。盛り上がりすぎて。そんな情報もありがとうございます。ぜひ見ていただきたいと思います。11月10日でございますね。田中真由美さんのお楽しみということでお送りしましょう。桃色クローバー Z 踊るポンポコリン。桃色クローバー Z の踊るポンポコリンについてお送りしているのは、同じのシティハンターの、ね、主題歌なんですけれども、はい、先日20日に、フランス実写版シティハンターズムービー史上最高のミッションの完成披露イベントってのが行われて、まあ、私もあの今回ね、なんと神谷さんからあのやってって言われて、すごいですよ、神谷さんから、ね、まあ、って言われてっていうかね、本当にプレッシャーだったんですけども、サイバリオの機会をさせていただきまして、神谷さんもセレブ・クラさんの、ね、最初ミュークシャン、そして、このフランス版の実写映画の監督主演、脚本のフィリップ・ラチョーさん、さっきね、はい、ちょっとお話しましたけども、この方と登壇させていただいて、フィリップ・ラチョーさんがまたね、本当に、映画の中では本当にもはちゃめちゃで面白い客でかっこよくて素晴らしいんですけども、すごくジェントルマンな方で、すごく大好きだって、世界の果てまで百花っていうので、主演とか監督もすでにしてて大ヒットしてるんですけども、フランスではすでに公開されて、このシティハンターも大ヒットなんですよ。こちら11月公開になりますのでね、ぜひとも見ていただきたいと思います。お送りしたのは TM ネットワークゲットワイルドでした。さあ皆さん、秋が深まってきて朝晩は寒くなってきましたが、健康管理いかがでしょうか。今日はヤズヤの江口さんです。江口さん。はい、ヤズヤの江口です。ようやくですね、季節の変わり目、あの秋が来たという感じがしておりますけれども、ね、皆さん朝起きる際いかがでしょうかね。すっきりせずに布団から出るのに一苦労、あと5分だけとなってる方いらっしゃいませんでしょうか。うん、確かに朝が苦手な方は多いですよね。はい、そこで今日はですね、ニンニクで有名な青森県の田子町、こちらで朝早くから元気に働いているニンニク農家の方に元気の秘訣を伺ってきたんです。ニンニク農家ですか。はい、朝から大変ですよね。はい、あの皆さん本当に早朝からお元気に作業なさってたんですけれども、うん、その秘訣は何ですかと聞いてみたところ、はい、やはり口を揃えてですね、ニンニクを食べているからねと、そういうふうに言われるんです。あ、やっぱり元気の秘訣はニンニクっていうことですね。はい、ただラジオをお聞きの皆さんの中にはニンニクを毎日食べるというのも匂いが気になったり、なかなか難しい方もいらっしゃると思います。そこで今日ご紹介する商品なんですが、こちら青森県産のブランドニンニク福地ホワイトと張りのある有精卵黄、そこにさらに島根県産の需要食材しじみをプラスしたニンニクしじみという商品なんです。ニンニクしじみ。はい、でもなんでしじみを加えたんですか。はい、それはもともとですね、需要食であるニンニク卵黄に、はい、同じく需要食材のしじみ、需要と需要のダブルパワーで皆さんの元気をサポートしたいからなんです。小さなカプセルになっております。1日2球2粒目安で、なんとしじみおよそ500個相当分のオルニチンを手軽に取っていただけるんです。すごい、ニンニク卵黄にしじみ500個分のオルニチンも一緒に取れるんですね。はい、あの私の仕事もですね、朝早いことも多いんですけれども、このニンニクしじみを続けて飲んでいますので、この季節も朝からしっかり元気に頑張っております。なるほど、江口さんもニンニクしじみのおかげで頑張れてるんですね。はい、実際にですね、ご愛用いただいているお客様60代の方ですけれども、朝からすっきり元気に過ごしています、この時期もニンニクしじみで乗り切りますと、そんなお声もたくさん届いてる商品なんです。なるほど。ただ江口さん、はい、あのニンニク卵黄に滋養食のしじみをプラスとなると、気になるのはお値段ですが。はい、お任せください。こちらニンニクしじみ、通常は62球1袋におよそ1ヶ月分が入って、税込み2160円でお届けしている商品なんですが、はい、今日はこの番組を聞きの皆様にはさらに3大特典をつけてご案内します。3大特典何ですか。はい、まず特典その1、1ヶ月分2160円と申し
し上げましたが、今回はお値段特別価格の1944円でのお届けです。2000円切るんですね。はい。そして特典その2、皆さんが意外と気になる送料なんですけれども、今回につきましてはヤズヤが負担いたします。意外と送料って気になりますから、これは嬉しいんじゃないでしょうか。はい。そして特典その3、ここ特に注目していただきたいところなんですが、はい、このラジオを聞いてお電話つながった方、なんと今回もう1ヶ月分もう1袋つけてお届けいたします。つまり2ヶ月分を1944円でお試しいただけるチャンスなんです。もちろん今回1回だけのご注文でも大丈夫です。このラジオを聞いてお電話つながった方は、2ヶ月分の特別価格の1944円で買えて、しかも送料無料。はい。ただしこの機会を逃すと1ヶ月分のみ通常価格となりますので、この機会にぜひニンニクしじみお得にしっかりとお試しいただければと思います。なるほど。ちなみに注文してからはどれくらいで届くんですか？はい、今お電話いただきますとすぐにお届けの準備をいたします。遅くとも1週間ほどでお手元にお届けします。でこちらの商品ですね、ご自宅の郵便受けに届きますので、日中ご不在という方でも大丈夫です。あ、それならすぐに始められますし、家にいなくても受け取れるっていうのは嬉しいですよね。それでは皆さん、メモのご用意はよろしいでしょうか？江口さん、お問い合わせ先をお願いします。はい。ヤズヤのニンニクしじみ2ヶ月分4320円を半額以下の税込み1944円でお試しいただけるたっぷりお試しプランです。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-828-014、 0120-828-014、 ヤズヤおいしいまで。一家族一セット1回限り、今から30分間オペレーターを増やしてお待ちしております。繰り返します。0120-828-014、 0120-828-014、 ヤズヤおいしいまで。江口さん、ありがとうございました。ありがとうございました。 Thanks for listening. This is the Bayline. さあ、4時台はこのコーナー、バズった山寺。たくさんの人の話題に上ることをバズったと言います。このコーナーでは芸能ニュースから SNS 話題の商品、今バズってるものを幅広くピックアップしていきます。はい。今日の気になったのはこちら。ソフトバンク、今日日本一決めるか。プロ野球日本シリーズ、巨人対ソフトバンクは、ソフトバンクが無傷の3連勝で日本一に王手をかけました。今日東京ドームで第4戦が行われますが、崖っぷちの巨人はエース菅野に全てを託します。続いてはこちら。今週末ラグビー準決勝、まだまだ終わらぬラグビーワールドカップ。今週末横浜国際総合競技場で準決勝が行われます。26日土曜日はニュージーランド対イングランド、27日日曜日は日本を破った南アフリカがウェールズと対戦。テレビ中継は日本戦以外も高い視聴率を記録しており、注目が集まります。続いてはこちら。レアルマドリード、16歳中井卓弘と契約か。レアルマドリードの下部組織に所属する中井卓弘選手が16歳の誕生日を迎え、プロ契約が可能となる今月24日以降にレアルと契約する可能性が高いと報じられています。実現すれば久保建英選手に続くプロ契約となります。ラストはこちら。スターウォーズ予告編世界同時公開。42年に及ぶシリーズ9部作の完結編、スターウォーズスカイウォーカーの夜明けの、最後の予告編が昨日世界同時公開され、ファンの間で話題を呼んでいます。映画の公開は12月20日で、ここからの盛り上がりが予想されます。以上でございます。さあ、ロビンさん。はい、そうですね。どうしたんですか？どれも興味ないってことですか？いや、全部あります。もちろん。いや、どれにしようかなと思って。普通食いつくじゃないですか。これをちょっとね、語りたいみたいな。違うんですよ。にわかね、自己身の知識でも。やっぱラグビーがね、はい、この間日本負けてしまったじゃないですか。そうですね。でも本当にもう南アフリカがめちゃめちゃ強かったし、もう皆さんの頑張ってる姿にもう本当に胸を打たれて、こんなに頑張る姿って美しいんだなって思ったので、そうですよね。泣かなかった選手もね、あんな涙とかね、そのダイジェストとかいろいろね、そうなんですよ。エンジン組んだりしてるところとか、いろいろ感動ポイントありましたよ。だから、日本負けてしまったけども、またね、今週試合がニュージーランドとイングランド、そして南アフリカとウェールズがあるから、ちょっとちゃんと注目して全部見たいなって
思います。そうですよね、うん、日本負けたからもう終わりじゃなくね、そうなんですよ、ね、4強のね戦いってどんな感じか本当に見てみたい。もう個人的にはもう南アフリカにも勝ってほしいですよね。そうだよね、もう日本が。僕でもねウェールズもね何気にちょっと応援してたんですよ。あ、そうなんですか。ちょっと仕事で軽く関わったことあって、ウェールズ注目しようと思ってたらこう残ってるんで、うんうん、すごい。いやウェールズはウェールズでこう見ていくといろんな物語があるんですよ今まで。で今ね男性合唱が盛んなんですよ。男性、え、そうなんですか。だから国歌とか歌う時の歌声にもちょっと注目したいなって。今までちょっとウェールズの試合を生で見られてなかったんで、はい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 、今ねもともと炭鉱があったりした町もあったりして、うんうん、そこの、ね、人たちが歌ってたって言って、ウェールズはそうなんですよ、そうなんですよ。もにわか自分の知識なんですけどでも今回すごいにわかファン、ね、にわかファンっていうのがあのテレビの実況でもいっぱい言われてて、うん、ツイッターのトレンドにも上がってたけど、あ、にわかファンでもいいんだ、参加してここにいていいんだっていうのがすごい、なんか知ったかぶりしすぎるとね。そう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 、でね、あの稽古場終わりで、稽古場で終わりでみんなで見れたんですけどね、はいはい、そうなんですね。そこでみんな本当ににわか仕組みの知識で言いたこと違う、そこ違う、いやいやそういいんですよ今のみたいな、あーそっちはダメなんだよとかっていう、あの全然よく分かってないんでみんな偉そうに言ってて、ね、面白かったっ、ね、言いたくなっちゃいますね。僕もその一人ですけどね。いや、やっぱスポーツは素晴らしいね。この4強の戦い、うん、本当に注目でございます、はい、まあ日本シリーズも行われてね、どうなるんでしょうか。ソフトバンク強いですね。3連勝からの4連勝って過去になかったわけじゃありませんしね、いろいろありますから。そうか、まあ、どうなるか分かりませんけどもね、まあ、私はちょっとパリーグね応援してるんで、パリーグソフトバンクにも頑張っていただきたいなって、面白くなりたいなって。スターウォーズ、スターウォーズ、スターウォーズ来ました。最後の予告編ということで、はい、ねえ、レイがねバーッとこう走ったところで始まる、でポスターもレイがライトセーバーでドンドン、やっぱりレイはすぐね、例の人何回も例言うじゃないですか山田さん、めちゃめちゃ例言うじゃないですか。だから今緑一瞬名前忘れたからね、ね、言ったんですけど、まあね、これでデイジーリドリー、いや、どうなるんですかね、これで完結ですけど、今回この後の活躍も彼女の楽しみだなって思っちゃいますよね。確かに、あと予告ではね、懐かしいキャラがもう大集結してる映像が上がってたからね、ちゃんとチェックしてたのね。もちろんしてますけどね、ちょっと注目したいなって。僕もずっと見てますけど、はい、ちょっと遡んないと前どんな感じだっけってやっぱでもそうなりますよね。ちょっと忘れつつあるんで、ダメだね、ちゃんと見ないと。もう一回見返してからじゃないと、復習してからちょっと備えたいなと思うんで、12月20日までにね、まだ時間ありますから、あと2ヶ月あります、はい、2ヶ月ありますからね、はい、さあ皆さんはどんなことが気になってるんでしょうか、周りで流行ってるもの、それからねバズってるものをぜひ教えていただきたいと思います、はい、メッセージはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までです。ツイッターをやってる方はぜひハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。さあそれではここでですね、一曲お伺いしたいんですけども、今年声優デビュー40周年を迎えたという私の大先輩島本すみさんの曲をいきたいんですけども、40周年、まあ私はあのアンパンマンで食パンマンですから、すみ、はい、さんがねずっとお世話になっておりますけど、島本さんといえばルパン三世カリオストロの城でクラリスですよ。ヒロイン、もうね、もう永遠のヒロインですよ、クラリス、はいはいはい、そして風の谷のナウシカではナウシカ、まあ、宮崎作品ね、他にもジブリ作品たくさん出てらして、もうすごいレジェンドな方なんですよ。すごいですね。そう本当にね、なんですけども、だからもう皆さん、ね、知らない人はいないという、うん、それすごい方なんですけども、あのジブリの歌を前にも歌ってらして、2009年にもアルバムを出してらっしゃるんですが、はい、今年デビュー40周年ということでピアノバージョンって、アレンジを変えて、それで、今日リリースということなんですよ、はい、しかもこのジブリソングたくさん歌う中からご自分が主演しているナウシカの曲も歌ってるということで、さあそれでは一曲聴いていただきたいと思います、はい、今日リリースのジブリソング集シングスジブリリニューアルピアノバージョンから、島本すみさん風の谷のナウシカ。ベイ FM リスナー安全運転宣言。さあこの時間はリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをご紹介します。今日は、宮城県仙台市のラジオネームミネミネさんよりいただきました。ありがとうございます。先日風がとても強い日に車で走行していた時のことです。前方から大きなシート状のものが風で飛ばされてくるのが見えました。するとそのシートが私の前を走っていた車のフロントガラスに覆いかぶさったのです。
私はハザードランプを点滅させながらスピードを落とし、前の車が道路の左側に停車するのを確認して通常走行に戻りました。改めて周りに気をつけながら運転しなくてはいけないなと思った出来事でした、うん、ということで、いやー危ないですね、怖いですよね、こういう突然の、ね、風が強い日っていうのはだからね、もちろん台風の時もそうですけどもね、なるべく運転は控えるようにっていうのはそういうこともあるから、まあでもね、お仕事でしなきゃいけない時もね、もちろん風の日だって、ね、そうですよね、自分がでも飛んでくるっていうこともね、あるわけですね、自分がどれだけ安全運転しててもこうね、いきなり何かが飛んできたりとか、そういうのは自分ではね、なんていうんですか、避けれないじゃないですか。だからまあそうですね、そのために急ハンドル切っても危ないし、まあ、もし車から何かが飛んだんであれば、やっぱり荷台から何か飛んでそれを飛ばないようにするっていうのはまず大原則ですけども、ね、飛んできた場合でもこの方峰々さんの対処は正しいですよね。ハザードランプを点滅させてゆっくりスピードを落としていったっていうのはね、本当大事ですけどもね、こういう時こそ焦らずに、うん、そうですね、冷静な判断をしていただきたいなと思います。峰々、ね、さん、ありがとうございました。ありがとうございます。番組ではリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをお待ちしております。メールで anzen@bayfm.co.jp まで、住所、氏名、年齢、ラジオネームも忘れずにお書きください。 BayFM のホームページ、携帯サイトの応募フォームからもメッセージを送ることができます。 BayFM と千葉シティバスは交通事故ゼロを目指し、これからもリスナーの皆さんを応援していきます。以上、 BayFM リスナー安全運転宣言でした。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Shoko Robin Okada's The Bayline.バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。さあ、皆さんからいただいている、気になっているもの、バズっているもののメッセージ、はい、紹介しましょう。いいですか、はい、ラジオネームチョッピンさんからいただきました。ありがとうございます。来週の10月31日木曜日はハロウィンですが、そろそろコスプレをした姿をインスタなどに載せるタレントさんたちが出てきましたよね。K-POP の TWICE のメンバー、ダヒョンさんはアラジンのジーニーの格好をして、ファンミーティングに登場したことが話題でした。顔まで青く塗り、本格的な仮装でした。はい、声を担当した山寺さんが本格的なジーニーをやったら絶対バズると思うんですが、自分で、ね、どうでしょうか。写真じゃなくて動画がいいと思います。むずる？いやでも絶対バズりますよ、山寺さん。前ね、顔真似をね、顔真似対決をね、まあ、昔やった時、はい、ベイライン55の時、ベイライン55の時にやった時にシュレックやったことありますけどね。真っ青に塗ってね。それ自分でやったんですか？自分でやって、あら、ちょっとメイクしてって借りて、この青いの借りていいですかって。何使うんですか？青く塗るんです。って言われたけど、借りて、あと表情だけでシュレックやって勝ちましたけどね。その時の三川さんにね。すごい、だって。シュレックやったことあります。チョッピンさんが送ってくれたメール見て、検索したんですよ。すごいですよ、山田さん。いきますよ。トワイスの方、ダヒョンさん。想像以上に、そしてちゃんと肉襦袢的なので筋肉もやって、そう、ヒゲもだし、なんかなんちゃってじゃないんですよ。これもう本気ですよ、プロの仕業ですよ。すごい、もうプロの仕業ですね。ヒゲとかもなんか超リアル、もうなんかこれすごいね。そこまでやったらねめちゃめちゃ本格的。これはお手伝いしてもらわなきゃ無理。うお、まだ可愛いのに。そう、可愛いのに可愛い子ぶらずに、このままのミュージカル出れる感じですよ。式の出る感じです。確かに式のアラジンに出られる感じです。で、韓国の反応が、ダヒョンがどこにいるか探したって、いろんなとこで。それはすごい。そこま、あ、そんなクオリティの話。ぜひ山寺さんもね、10月31日、まあ今年はリーチマイケルが一番多いだろうっていうね、話がね、噂がね、回ってますけどね。確かにリーチマイケルだらけなんだろう、渋谷はみたいなね。ラグビー、そんな話もで、みんな肩に手やって、みんな歩くそれぞれの選手になってね、肩でゾロ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 渋谷の交差点、想像するだけで。じゃあ全員がやればいいんだよ、もうあそこにいた人はみんな肩にやっていけばやればいいんだよ。すごいことになっちゃいそうですね。迷惑かけない程度にね。そうですね。続いていいですか。あ、もうこれこの時間、この時間ここまで、はい、わかりました。さあ、皆さんも気になっていること、バズってるもの教えてください。メッセージはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 BAYLINE@BAYFM.co.jp まで。ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。 The Bayline Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Shoko Robin Okada's The Bayline.バスーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。さあ、皆さんからのメッセージ紹介しましょう。はい、バズってるものということで、
埼玉のスターロードさんからいただきました。ありがとうございます。初めてメッセージを送ります。 ありがとうございます。ソニーのウォークマンの40周年記念モデルが私の中でバズっています。この商品は初代ウォークマンのデザインがプリントされた専用ケースが付属されており、専用設計つけて再生するとまるでテープから再生しているような感じになります。うーん、おー、これ今写真なんですけど、はいはいはい、どんな感じですか？まあ、これ白黒の、ね、スタッフがコピーしてくれたんですけど、はいはい、元々のカセットのウォークマンはロビンさんはご存知ですか？はい、もちろん聞いたことあるんですけど、聞いたことあるってのは話に聞いたことある、ね、直接聞いたってことじゃなくて、ね、あ、そっちじゃなくて、ウォークマンっていう単語は知ってるんですけど、あんまりこう自分が使ったことがないので、あんまり今ピンときてないですね。あ、そうですか。私調べたんですけどね、はい、これが昔の、まあ、もうこれケースだか、これな本物かわからない。結構大きいんですか、ウォークマン。手のひらサイズぐらい。いや、その当時は大きかったですけどね、はいはいはい、でもカセットの周りちょっとグッと大きいくらいなんですけども、うんうん、なるほど。でこの専用ケースやると本当に昔のウォークマンみたいな感じもするし、しかもその画面ところもカセットみたいになるんだ、本体も。あ、そうなんだ。ほら、そうなんだ。液晶のところがテープみたいになるんだ。すげえ凝ってるなこれ。どういうこと？使ってました、山寺さんも。え？ウォークマン。あ、僕はソニーのウォークマンじゃないやつを買ってました。ああ、ソニーのウォークマンか、後発でいろんなメーカーが同じようなの出したんですよ。はいはいはい、あ、なるほど。僕はソニーのウォークマンみたいなやつになるダブルカセット。ダブルラジカセの、ラジカセのダブルの上の方がカチャッと外せると、それがウォークマンみたいに携帯用になるっていう、ね。それあまりにも多機能だったんですぐぶっ壊れました。ウォークマンの友達の会でよく聞いたりしてましたよ。あ、本当ですか。このウォークマンで山寺さんが吹き替えされた映画ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのサントラ聞いたら間違いなくこの映画のファンはアウェさんに最高の気分になれると思いますというね、素晴らしい。これね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー知ってる人は、そう、あの主人公、はい、僕のねやってるスターロードっていうのはいつも、うん、そのお母さんの片身のウォークマンを聞いてるっていう、はいはい、カセットで宇宙船で政府でカセットで聞くという、それそういう設定になってるんですか。なるほど、これ最高です、これいい、ね、あ、欲しいなこれ。じゃあ続いて、ラジオネームトッパーさんからいただきました。男性ボーカルユニットのキューバーズの末吉九太郎さんが SNS の動画でアイドルオタクあるあるとして、にわかファンに自分の方が昔からファンだったことをアピールするファンということを演じて、指原莉乃さんなどからわかると絶賛されてバズった一方で、心当たりがあるというファンに1500人以上フォロワーを解除されたということです。ラグビーではにわか大歓迎が話題になりましたが、これからはにわかをバカにする方がかっこ悪いとなりそうですねって書いてあるんですけど、そういう流れがあるんですね。いやー、これ私も最近めちゃめちゃこの動画ハマってて、その末吉九太郎さん、はい、ツイッターで、はい、いろんなあるあるを動画で投稿してるんですよ、うん、でそれが本当面白くて、うん、この今はね、俺は昔からファンだったよっていう動画が、うんうんうん、バズってるんですけど、うんうん、他にもあれですあれです、ツイッターでつながってるオタクに現場で初めて会ったオタクとか、はい、なんかそういう、あと発表されたグッズがダサくて落ち込むオタクとか、いろんな、それ全部オタクあるあるなんですね。やってて、私は分かんないけど、あ、みんなこういう風に見てたのかなみたいな感じで、すっごいそれが面白くて、ぜひまだ見たことがない方は、末吉九太郎さんで検索して、末吉九太郎キューバーズのね、そう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 、そして色々出てくるのね。いや、本当面白いです。皆さんよかったらチェックしてください。はい、続いてはこちら、はい、オールージュさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッカー日本代表のユニフォームが今度は迷彩柄になるそうです。私服として着ても違和感ないデザインです。11月からお目見えするそうですよ。早く浸透するといいですね。僕、もこれデザインは見ましたけどもね、本当に迷彩です。でブルーですよ、ブルーと白、白とブルーがベースのやつですけどね、はいはいはい、画像出てこないかな、検索してました、うん、まあ確かにね、最近僕迷彩そんな着ないんですけどもね、まあちょっといいなというふうに思いました。でも迷彩は男性も女性もいいですよね、似合いますよね。なんかこうどうですかね、これ競技場でね選手たちが着るんですよね。今までありましたね、外国の他のチームで、他のチームちょこっとあった、あんまりね印象にないけど、だいぶ変わりますけどね。攻めてますよね。
明細っていう、確かになかなか珍しい、ちょっといいのかなってね、まあ戦いではあるけれどもっていうね、僕はちょっと思いましたけどもね。なるほど、まあ、色はね爽やかでしたけどもね、はい、続いてまいりましょう、はい、ラジオネームオルージュさんからいただきました。今オルージュさん今よく紹介したばっか、あ、続いて、はい、すごいこの方からね、あの連続でガリガリ君情報も来てまして、あ、はい、あの先日食べましたよね、あのコンポタージュでしたっけ。いや、コンポタージュは昔からです。いただいたのは、いただいたのはこの間のことすぐ忘れる。あ、卵焼き、卵焼きですよ。で、すごい美味しかったじゃないですか、うん、で今度は大人なガリガリ君メロンが発売されました。ちょっと待ってください、メロンは普通じゃないですか。いや、そうなんですけど、普通じゃないですか、ガリガリ君のメロンって。今回はどういうことですか、大人なっていうのは。大人なっていうのがワードについてるんです。ほうほうほう、今度は見た目も味も間違いなく良さそうです、食べてみませんかって書いてあります。ほう、なぜ大人なの、ね、いや、メロンでガリガリ君普通ね、普通な感じしますけども、味がなんかちょっと違うのかな。でパッケージ見たらちょっと端っこの部分がくあの黒っぽくなってて、なんか大人なメロン、あ、なんか大人な感じ、全く様子が、メロンに大人も子供もありますか。でもなんかどういうの好きですか、大人は。アイス子供と違って、でもやっぱ苦味とか、なんかこう苦味中になんか入ってんじゃない。なんかメロンの、それはもうメロンじゃなくなっちゃうんじゃないのって感じ。いや、そうですけど、大人が好きなメロンってどうなんだろう。え、甘すぎずみたいな、甘すぎず、どういうことだろう。ちょっとわかりませんけどもね、だからこそ舐めてみて、ね、食べてみたくなりますけどもね。大人な、こちらいただきましたのはですね、はい、はい、ツートロビから始まるさんからいただいております。今回僕が気になったのは、女優の吉永小百合さんが、はい、トーク番組の中でプライベートでコンビニのイートインでおにぎりを食べることもあると明かしたというニュース。嘘、昭和の時代から活躍する大女優にもかかわらず、過去には西武時代の清原選手を応援しに気軽に西武球場に足を運ばれていましたし、アクティブなのはもちろんですが、意外とフランクな方なのかもしれないですね。吉永さん、いや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 、コンビニのイートインにいるの、どういうことですか。これはもう発見したら何かのロケだと絶対思いますよね。確かに大女優のドッキリかなみたいな感じしますよね。ね、気づかれないんですかね、どうなんですかね。どうなんだろう。でも確かにコンビニのイートインは あそこ落ち着くね、私も行く。まあね、あんまりごちゃごちゃしてないところもありますからね。あの場所によっては、あの充電も大丈夫ですよみたいな感じでね、あのコンビニのおにぎり食べるだけでもびっくりですけども、イートインで食べるという、もうこうなるのがぜん具ですね。気になるのはね、何を食べてるんだろう、どういうの、吉永さん、まあ、美味しいものはいっぱいね、種類もありますから。いやー、いや、これは気になり、いいですね、気になりますね。ちょっと後でちょっと調べてみましょう。出てるかもしれません。じゃあ続いてまいりましょう。続いて、はい、ラジオネームハマちゃんからいただきました、ありがとうございます。フリーアナウンサーの田中みな実さんが、うん、今年12月13日に自身初の写真集を発売されるということです。はい、今回の写真集では、うん、美しいバストやヒップなどかなり大胆なショットにもチャレンジされているようなので、はい、うん、セクシー写真集の先輩としてロビンちゃんからぜひコメントをいただけないでしょうか。セクシー写真集の先輩、まあ、まあそうですね、まあ、私もセクシー代表としてやらせていただいてますけども、セクシー代表聞いたことないですけど、でもやっぱりね、うん、あの恥ずかしがってたら何も始まらないので、うん、あ、でも撮影はもう終わっちゃってるのかな、うん、分かりませんけど、田中みな実さんにあなたアドバイスしようとしたんですか。もう発売してるし、何を、全然恥ずかしい、田中みな実さんのドラマでも堂々としたものでしたよ、見ましたけれども、ちょっと画像ね出てるんですよ、もうあれです、ラフなちょっとジーンズにグレーの半袖から、はい、ちょっとあの、うん、お胸の、うん、お胸の下の方がちょっと出てる写真があって、うん、あ、下乳、下乳、あ、それです、山田さん、うん、下乳です。いいですね、下乳が出てて、うん、すごいセクシーだった。こんなになんかセクシーな下着とかじゃなく、うん、普段のちょっとラフな格好から、うん、もうにじみ出てる田中みな実さんのセクシーさ、うん、素晴らしかったです。なんかね、あの私服もね、はい、インスタに上げて話題になったりとかねしてますけどね。今回だから、あのさっきあのインスタで田中みな実さんって検索したら、あの今回の写真集の公式 あのアカウントもできてたりとかして、あのオフショットとかも上がってたので、あのちょっとフォローして話題ですね、拝見させていただきたいなと。深夜番組で一度ね、ちょっと映画のことでゲストに呼ばして、あの、ね、呼んでいただいて、あ、そうなんですか、ずっと話したんですけども、本当綺麗ですよね。そうですね、吸い込まれるようになったっていうことを付け加えておきたいと思います。ぜひ皆さん、12月13日発売でございます。さあ、この後5時はですね、気にしすぎ、これでいきたいと思います。自意識過剰、被害妄想、
ね、ちょっとしたことで、ね、ちょっと気にしすぎじゃないのそれって言われたりすることとかありませんか？あります、ね、ぜひ教えていただきたいと思います。はい、はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。今日栄町の名産品ドラ豆の枝豆 200g5 袋入りを1セットにして3名様にプレゼントします。ぜひメッセージお寄せいただきたいと思います。ご時代は気にしすぎです。お待ちしてます。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela, Shoko Robin Okada's The Bayline.時刻は午後5時を回りました。ベイ FM から生放送でお送りしておりますバズーカ山田と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。はい、今日のご時代は気にしすぎ、これでいきたいと思います。自意識過剰、被害暴走、これって大丈夫、変じゃないと小心者になってしまうというかね、まあまあまあそんな気にしなくていいこと、どうしても気になっちゃう、あると思います。ぜひ教えてくださいということで、今日はプレゼントもございます。紹介しましょう。皆さん、ドラ豆ってご存知でしょうか？千葉県栄町の名産品として親しまれているドラ豆は、丹波黒と呼ばれる世界最大級の大粒品種の黒大豆です。平成10年から栽培が始まり、龍伝説が今も息づく栄町のイメージキャラクタードラムにちなんでドラ豆と名付けられました。利根川流域に広がる栄町の豊かな自然の中で丹精込めて育てられたドラ豆は、柔らかく舌触りが滑らかで風味が良いのが特徴です。ぜひこの味覚の味に、味覚の秋に味わってみてはいかがでしょうか。今日は栄町ドラ黒豆生産販売推進協議会より、栄町の名産品ドラ豆の枝豆 200g5 袋入りを1セットにして3名様にプレゼントいたします。ご希望の方はお名前、ご住所、お電話番号を明記の上、ベイラインアットマークベイ FM.co.jpBAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までメールでご応募ください。メッセージをね、添えてください。なお、プレゼントの発送は栄町ドラ黒豆生産販売推進協議会からとなります。はい、さあそれではね、皆さんからいただいてきてますね。気にしすぎ、はい、いいですか、紹介していきましょう。ラジオネーム小地さこさんからいただきました。ありがとうございます。仕事でレジ打ちをしているんですが、会計の時にお財布のお札の入っている部分を大きく開いてこちらに向けてくる男性がいるんです。60代くらいですかね、札束が入っているのを私に見せびらかすようにこちらに向けてくるんですけど、そのためにお金で私を釣ろうとしているのかしらと思ってしまいます。自意識過剰ですかね。いやいや、小地さこさん、そうなんですか。同じ人なのかな、いつも60代の方。複数そんな人がいるとは思えないしね。そんなにたくさん、なかなか、だってだからこう間違えないようにってことなの。でも多分そんな入ってるの、いっぱい入ってるんだと思いますよ。見せんの、俺お金すごい持ってるぞって現金。そうだと思う。だとしたらムカつくね。ただの習性というか癖なんじゃないですか、その方の。大きく開いて、でも財布の中ってなんか、まあ、レシートも入ってたりとかして、あんまり見られたくないものですよね、普段だったら。それをわざわざこうレジに向けるっていう角度的にそっちにちょっとでも向けてるのなであれば、あの、はい、意識的にやってますね。そうだね、はい、そうかな。これはやってますね。僕がこうなんか間違えてないよ、間違関係ないな。中に入ってるのは出しやすい角度なんじゃない。ああ、なんでその男性側に立つ、ね、そっちに行くんですか。気にしすぎだと思うからですよ。あ、小地さこさんがどうなんだろう、これは分かりません。白沢さんからいただいております。はい、ありがとうございます。ガムやタブレット菓子を食べるとき、近くにいる友達に分けていいものなのかどうか迷います。あ、わかる。自分一人だけで食べるのは良くないかなと思うけど、はいはいはい、何気なく進めてあなたの口が臭いですみたいなメッセージに受け取られないかも気になります。なのでいつもそういうことを考えなくてもいいようにこっそり食べるようにしているんですが、これで気に進むでしょうか。受ける。でも分かりますね。分かりますね。確かに自分が僕はもう常に食べてますから持ってて、うん、人にあげませんよ。しかも僕はいつも確かに山田さんくれないですよね。だから私そんなものさくれないから、そんなものさ買ってきました今日。そんなものさいちいちさと思いますよ僕は。そうなんですか。でも私的には、私普段そんなに持ち歩かないんですけど、買ってパッて出したら絶対音でみんな気づいて見るじゃないですか。その時はいります
とは言うようにしてるんですけど、言わない方がいいのかな。そもういいんですよ、個人で。でも確かに私は欲しかったらくださいって言うわけですから。そういうことか。言われないのに、僕は前食べるって言われて、あ、臭いのかなって思ったこと何回もありますから。あ、すいません、そうなんですね。すごい言われるから、そうなんだろうなと思って気にしていつも食べてるんですよ。そういうことか。そうですね。まあ、だから自己管理ですよね、やっぱこういうのはもうみんな、うん、あのね、堀くんがよくねネタでやりますけど、武田鉄矢さんが言ったら、はいはい、お前ちょっとくれよって言われて、ね、はいはい、くれよお前って言ったら、あ、どうぞって言って、一つじゃなく2、3個くれよ、あ、3つ4つくれよって言われたっていう、その実話をよくネタにしてますけどね。2つあげたらもうちょっとくれてたのかな。あ、そうなんだ。私一つ派だから分かんない。もっとくれよって言ったっていうね、うん、面白いですね。じゃあ、あるある。続いて、うん、なっちゃんからいただきました。ありがとうございます。私の気にしすぎなことは、インスタグラムのいいねやコメントの数です。うん、前は気にしていなかったんですが、だんだん減っていくにつれて寂しくなり、毎回いいねの数をチェックするようになりました。毎日犬の写真を更新しているから飽きてきてるのかなと思っています。うん、ロビンちゃんも気にしますかって来てるんですけど、気にします。なんです、まあ、だいぶ伸びたな。うん、するする。線って言った方が好感度上がるとか思ったのかな、今。うん、いろいろ迷ったけど、でもするよ。だってね、うん、あの、何も、だって自分が発信したことに対して何もコメントなかったら寂しくない？シンプルに。わかんないけど、まあ、そうですね。でも最近は、まあ、やってる人は大抵皆さん気になさるでしょうね。でもあれですよ、山田さん、あの、インスタグラムやってないからわからないかもしれないんですけど、はい、あの、その、はい、いいねの数が、あの、自分は見れるんですけど、あの、他の方には見れなくなったんでしょ、1ヶ月ぐらい前から。あ、そんな最近の話なんですか。そうそうそう。だから、それをきっかけに、あの、まあ、いろんな意見はあるんですけど、まあ、いいねのことを気にせずに、自分、だってシンプルにやっぱ自分が好きなものとか、好きなことを発信すればいいじゃないですか。だから私の周りとかでも、いいねのやつがなくなったから更新しやすくなったって言ってる子も増えて。どうなんですか、ロビンさん的にそれなくなったのは。あ、すごくいいと思います。でもあれでしょ、自分があんまりいいねない時に友達の見て、友達も少ないからいいやみたいなね。い、友達の多いと頭くんなみたいな、ね、すごい人のもっと少ないやつの見て安心するみたいなことあるでしょ。ないですよ。その時のためにね、あった方がいい。なんでそんなすごい性格悪くやるんですか。やめてくださいよ。そんなことない。そんなんないんですか。人は人、橋本のとかチェックして、いいで少なければいいなって思ってる。メンバーの名前出さないでください。思わないですか。思わないです。人は人、自分は自分。俺とはご中の見て。思わないから本当にやめてください。わかりました。なっちゃん更新続けてくださいね。はい、はい、続いてこちら、トンビが幕張和を書いてさんからいただきました。ありがとうございます。気にしすぎ、はい、自分が気にしすぎなところはバスや電車に乗っていて、この人に席を譲った方がいいのかなということです。あ、そっちか。お年寄り風な方が乗ってきたので、はいはいはい、お年寄り風な方、風な、ね、年配の方ね、はいはい、譲ろうすると、大丈夫ですと断られるし、うん、ちょっとカジュアルで髪型も決まった熟練された方がいいですね、この表現が。そばにいて譲らない方がいいかな、譲らなくてもいいのかなと思うと、他の方が席を譲って、ああ、しまった、この譲る場面だったなと感じたり、その時その時の判断ってかなり難しいものですね。気にしすぎかな、ね、うん、いや、わかります。電車はね、まあ、日本はこういう方が多いんだと思います。もともとね、まあまあ譲り合いの精神が少ないっていうふうに言われたりもするけど、でも、はい、みんなね、どうしてか迷ってるっていう人が多いんじゃないかなと僕は思うんですけど、一歩行動に出せないっていう、うん、でもほら、どうぞっつったら、いや、まだそんな年じゃねえよって思われたりとかね。私それを結構何回も言われて迷っちゃうんですよね。そのお年寄りって思われなんて言うんですか、その、こっちはいいかなと思ったけど、向こうがちょっとイラッとした表情されたら、ああ、この方のこの後の一日の時間がなんか嫌な気持ちになっちゃうのかなとか思ったりして、ね、それが妊婦さんかな、妊婦さんじゃないのかなみたいなこととかもね、あのマークつけてくださればいいけれども、そうそうそう、ね、だからね、どうしますか、そういう時は。でも迷うんだったら私は言っちゃうかも、うん、で迷った、はい、で、うん、それだけ。あ、そうだ。僕は迷ったらただ立つって言いますね。あ、ただ立つ、いい、降りる、自分が降りればいいんだ。降りる、降りないです。いや、降りないけど、降りないでしょ、その場から降りる駅じゃないところで降りるとこまではしません。でも、そういう演技したことないですか、ちょっとその嫌だからちょっと声をかけて、うんうん、なんか変な空気になりたくないから、そうそうそう、微妙な時は立って、ご自どうするか判断する。でもスッて立ってそこにいたら向こうもちょっと気になるかなって思うから、私はもう次の駅でスッて降りて、うん、もう隣の車両に移動してまた乗る。でも全然わけやつが座ったら頭くんなみたいな、それはムカつく。まあだから、そのね、うん、だからなんとなく気配で感じてねっていう感じで立つっていう、難しいですね、うん、だから最初から座らないことが多いんですけど、あ、そうか、あ、でも座るな、
立ってればいいんだな。ない時は座ったりね。立ってる方が健康にいいからね。まあね、そうですね。でもね、皆さんもお疲れですからね。うまいことだよね。うまいこと。空いてる時は座った方が、はい、バランス見て。さあ、皆さんの気にしすぎなんでしょうかね。ぜひ教えていただきたいと思います。うん、今日プレゼントもございますんで、はい、お願いします。メッセージはベイラインアットマークbayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。さあ、この時間のテーマ、気にしすぎにちなんで2曲続けてお届けしましょう、はい、まずは9月いっぱいで最終回を迎えたドラマ「凪のおいとま」の主題歌です。私も見てた。黒木春演じる主人公大島凪の気にしすぎるあまり空気を読みすぎて思うような生活が送れない様に誰もがうなずいたんじゃないでしょうか。ということでお送りしましょう。8月にリリースしたニューシングル「ミワリブート」。2話のリブートに続いては結婚できない男の続編、まだ結婚できない男の主題歌です。いろんなことを気にしすぎてまだ結婚できてない状況をどう打開するのか、それともしないのか、そんなところも見どころです。お送りしたのは現在配信リリース中のデジタルシングル持田香織まだスイミーでした。ちゃん、何みやこ、電気はパって知ってる？もちろんガスはポだろ。そうそう、電気はパ、ガスはポ。大滝ガスが電気の販売始めたよ。電気はパ、ガスはポ。暮らしつながる大滝ガス、大滝ガスの電気で検索。 Bay FM 78 You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada'sバズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。はい、この時間は気にしすぎってことで皆さんからいただいております。どうですか、はい、山寺さんはありますか。あ、僕はもう何でもかんでもですね例えば、まあ、例えばこうやってね、今日もほらちょっとちびまる子ちゃんのこととかシティハンターでねネットでニュースになったりとか、はい、させていただいてるじゃないですか。そうですよね。そのね下のコメント欄とか絶対見ない方がいいってマネージャーに言われてるんですけどどうも気になってねスクロールしちゃうんですか。見ちゃうとね。確かに褒めてやるのこともあるんですけどね。そんな山寺さんをけらす人なんています？必ずいてそれがずっと脳裏に焼き付くんですようん、悪くないんだけどもういいんじゃねとかねちょっと食傷気味って書かれたな最近な。あら、またですかみたいなの書かれてね。あらあらあら、うん、モノマネで一番印象に残ってるのは、うん、何をやってもよくて60点って書かれたのがねあのうまいなと思っちゃったのね。うまい、うまいなって、ね、うまいんですかそれは、うん、ひどいですね、うん、いろいろあった時もねいろいろ書かれてね、うん、ずっと脳裏に残ってるね。それでちょっと落ち込んじゃうということですねみんなって話だけどね。そうですね、確かに見ないのが一番いいかもしれない。もういろんなこと気になっちゃうね。なるほどなるほど、うん、スタジオでねチッチッって下が誰かが下打ちしてんのかなと思ったらね、うん、あのボールペンのカチャって音だったとかねそういう気にしすぎエピソードを持ってるぐらいの男ですからね。そんなに怯えながら来てます山寺さんそんなに怯えなくていいんじゃないですか。そうでもないんだけどね。そうなんですね、うん、いろいろ気になりますよね。トイレの汚れとかも気になりますよね。あ、じゃあ汚れたとこに入った後土が入ってるとあれ自分じゃないのになって説明してしようかなって思ったりとかねそういうこといろいろ気にしたりね。あいつから汚したのみたいなねすごい。だから綺麗にするとかね、ものすごく綺麗にして出るってことよくありますね。疲れません？ん？疲れる。ロビンさんはどうですか？私ですか？私はあれですかね、あの携帯の角度、あの電車乗ってる時に向こうはねあれですよ、携帯こう下の方、あの自分の向かいに座ってる方が、向かいに座ってる人が、下を向いてこう携帯をいじってればいいんですけど、たまになんかこう分かります？こうちょっと、はいはい、なんか上げ気味でね、上げ気味で見てる人結構多くて。もうまさかね、もちろん撮ってないのは分かってるんですけど、あれなんか撮ろうと、なるほどね、みたいな。しかもあの鏡に反射して見れるんですよ中が、うんうんうん、で最近は結構みんなインスタのストーリーとかに上げるようになんか自撮りをしてたりとか、なんか前よりそれがなんか増えたから、うんうんうん、それでパッて外カメにされたら撮れるわけじゃないですか。別に私を撮ろうとしてないのはもう100も承知なんですけど、うん、ちょっと自意識過剰にうつむいてしまうっていうことはありますね、うん、気になっちゃう。まあでもね、そういう人がたくさんいるところでスマホを見るときとかもね、うん、ちゃんと角度とかも気をつけなきゃいけないのですかね。お互いに
自分もやっちゃってるかもしれないからちょっと気をつけなきゃいけないな。自分の時は気づかないね。そうさあ皆さんからもたくさんいただいてますので、はい、どんどん紹介しておこうじゃないですか。いいですか、はい、ラジオネームあゆもみさとぞうさんからいただきました。44歳の方、気にしすぎといえば出かける時の服装や髪型です。どうしてもおかしくないか気になって、しまい奥さんや娘におかしくないかなと聞いてしまいます。その度にまさに今回のテーマの言葉気にしすぎと言われてしまうんです。あと追加で誰も見てないからと言われてしまいますよって。お父さんそっか、服装とかね気になっちゃいますよね。いやいや、ね、まず身だしなみという意味ではね、まあまあ大事です。そこを整えるっていうのはいいんじゃないですか、はい、確かに確かに、まあ、髪型ね、僕もまあそうやって出るときはね、どうですか、山口さんついてくれたりしますけど、一番気になるのはもみあげです。もみあげ、僕はもみあげが全く生えない男なんですよ。全然ないんです。あ、女の子よりないですよ。だから僕はちょっとこう耳の横は髪の毛をそう伸ばしてそういう形に切ってもらってるんですよ。あ、もみあげ気に、あの油断するとですね、これピロンと前に全部行って、はいはい、まあ、兜小路みたいに、兜小路も違うな、わかんないかな、マジンガー Z に乗ってるね、前にピロって向くことがあるんですよ。ほうほう。いつもここ頼むよ、チェックしてって言って、自分でもね、メイクさんとかいないときはいつもここでずっとこう伸ばしてるってね、気づくと前になってる。もみあげがずっと前向いてんの、嘘だからこれ。山寺さんのもみあげ気にしたことないですよね。でしょうね。でしょうね。すいません。でも後でテレビとか見るとずっと前向いてたってことがよくあるんで。そうなんですね。その時はね、自分でやってってこう言われるんです。でも髪型気になる。はい、髪型ね。続いて参りましょう。パパ猫さん、ありがとうございます。ありがとうございます。僕がとっても悩む気にしすぎがあります。それは、社交辞令です。社交辞令は分かりますか。はい、分かりますよ、もちろん。自分に気があるのか社交辞令なのか見分け方が分かりません、はい、例えば年齢よりも若く見られますね、すごい、今度誘ってくださいね、いいな、頼りになりますね、予定を確認してこちらから連絡します。20代の頃ですが社内恋愛に憧れた時期でもあるのでついつい本気にしてしまいました。今この方47歳です、はいはいはい、これは一か八か当たって砕けるという意味かなと思い、告白して見事に砕けた思い出があります。しばらく口を聞いてくれませんでした。でも、ちょっと待って、そうか、でもすごいよいしょしてくれてたんですね。いやだからそう、若く見すごいと、今度誘ってくださいね、いいな、頼りになりますね、ここまでわかるんですけど、予定を確認してこちらから連絡します。これは別に何もこれは普通の社交辞令でもない、普通の伝達、確かに確認でももうそれすらもいい風に聞こえるという風なモードに入ってたんでしょうね。すごいな、怖くまだな、その子。ちょっとわかる気もしないでもないな。山寺さんはどうですか、社交辞令言う方ですか、それとも今社交辞令されてるなって思う。すみません、ラジオでもって社交辞令言う方ですから、僕社交辞令よく言うタイプなんですよって言えるか。言ってくださいよ、生放送で。誰も聞いてないです、大丈夫ですよ、社交辞令ですよ、大丈夫、みんなでぜひ今度行きましょうね、全部社交辞令そうだ、やめな、やめろ、性格悪そんなことございませんよ、全部本音で生きております。そうですよね、はい、たまにありますが、たまにあります。じゃあ続いてラジオネームロビタさんからいただきました、ありがとうございます。気にしすぎかなと思うことは、留守がちの我が家に再配達をお願いするのが悪くて通販をなかなか利用できないことです、うん、我が家は、日中ほぼ 100% 留守なので、うん、運送屋さんに申し訳なくて、うん、なかなかできません。まあでもそれを解消するためのね、うん、宅配ボックス的なものがコンビニとね、そうそうそう、提携とかね、ありますよね、まあ、そのね会社がそういうのを使って、うん、いろいろね、そう、駅の近くに宅配ロッカーを設置して受け取れる場所も多いですもんね、うんうん、ね、いろいろね、うん、そういうの活用するのもいいかもしれません。便利ですけど、確かにね、何回も来てもらったら申し訳ないってのありますもんね。確かにポストの中にいっぱい溜まって、あ、何回も来てもらったんだ、申し訳ないなっていう気持ちになりますもんね。うん、なるほど。はい、はい、もう一個行こう、もう一個、はい、行きましょう。こちらはね、メルシーさんからいただきました、ありがとうございます。38歳の女性です。私は歩いていると、うん、赤ちゃん子供にものすごく見つめられます。なぜか分かりません。しかも私の頭の上あたりを見ています。正確に言うとこの人自身じゃない、頭のちょっと上あたりを時間にして30秒から1分くらい、そんなに子供赤ちゃんがじっと見つめる、子供の前を通り過ぎた後も見つめられている、気にしすぎだと思いますが、毎回なので気にしますきっと私の守護霊でも見えてるんでしょうか怖い怖い怖い、勝手に納得しています。怖い怖い怖い
そうか、毎回なんですね、自分の上の。毎回かどうか分かりません。よく 見られるという、じっと見られる、だから本人じゃちょっと上見てるの、ちょっと上見てる。それは なんなんですか、ね、子供にとか赤ちゃんに見られるっていうのは魅力的っていうか気になる存在だから、すごく嬉しいですよね、うん、嬉しい、泣かれるよりいいですね、泣かれるより。分かる、子供にあの電車とかでじっと見られると、なんかすごい嬉しい気持ち、まあ、笑ってもらうのが一番いいですけど、うんうん、見られるってもうその嫌じゃないでしょ、そうでもそうちょっと上なのよく人を驚かせるので、の人の肩越しを見てハーってやるっていういたずら、僕昔からよくやってて、最低夜ね、夜とかこうやって肩越し見てハー、何、いや何でもないっていうのをね、流行ったこと、肩越し、皆さんやってみましょう、ね、変な遊びを。上はどうだろうな、守護霊、あオーラじゃないですか、メルシーさんの何か、ーオーラ、ね、何か出てるのかもしれない、オーラです、オーラ、オーラです、うん、オーラですね、そう思ってくださいはい、この時間ここまででございます。さあ皆さんも気にしすぎなことはございませんか、うん、ぜひ教えてください。初メールも大歓迎です、はい、メッセージはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE@BAYFM.co.jp までお待ちしています。はい、それじゃあね、この気にしすぎにちなんだ曲を2曲続けていきたいと思います。まずはね、眩しいハイウェイ、気にしすぎるバックミラーっていう歌詞出てきますね、こちらそのまま1986年リリースの曲です。 お送りしましょう。早見優、西暦1986。早見優の西暦1986については、伺う顔色気にしすぎてこの行動というね、歌詞でできました。いやーね、楽しいで、この歌ね、大好きでした。お送りしたのは2000年リリースのファーストシングル、藤井隆、なんだかんだでした。さあ、ここで、お知らせでございますよ。ベイ FM 開局30周年企画、千葉商科大学サービス創造学部の学生とサマンサ・ベガ、そしてベイ FM のトリプルコラボバッグ販売となっております。これがとっても素敵なんです、はい、大人かわいいビニール素材のクリアバッグ PVC バッグで、 A4 サイズの肩掛けバッグとミニサイズの2タイプがございます。どちらのサイズとも限定100個となっております。これね、 PVC バッグの中に布のバッグがセットされた、いわゆるバックインバッグ。そうなんですよ、なんですよね。だからとってもおしゃれで便利ということで、この中に入ってる布バッグ、こちらにも持ち手とマチをつけて独立して持てるバッグになってるんですね、うん、で色はネイビーとグレーのリバーシブルと、世代を超えてそれぞれのライフスタイルに合わせて、学生さんにも OL さんにも子育てママにも持ってほしいというアイテムに仕上がっております。いやー、これめちゃくちゃ可愛いですよね、うん、これあの一つのカバンとしてももちろんすごい可愛いんですけど、二つに分けれるっていうのがもう、はい、なんといっても魅力的ですよね、うん、はい、あの夏とかこうクリアバッグだけでこうちょっとなんかね、出かけて海とか行く時とか、うん、良さそうだなって思った。なんか一年中使えそうな、荷物が増えた時にもね、そうそうそう、これ2つにできるじゃん。そうなんですよ、しかも中の、うん、布のバッグがキュッてちゃんと締めれるから、はい、上をね締めることができる。そうそうそう、荷物がちゃんとね、見えないように隠れるから、そこら辺もいいなって思っております。これね、A4 サイズで肩掛けできる大きいサイズは税込み16,280円、はい、ミニバッグは税込み15,180円です、はい、ただいまサマンサベガララポート東京ベイ店、サマンサベガ&シュエットギャラリーイクスピアリ店で販売中です、ね、サマンサベガ、それはベイ FM というね、そう、ここもおしゃれに入っております。そうなんです、これね、サマンサベガ公式オンラインショップでもお求めいただけます、はい、大小各サイズ100個限定、千葉商科大学サービス創造学部の学生とサマンサベガ、そしてベイ FM のトリプルコラボバッグ、ぜひチェックしてみてください。 The Bayline、Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela, Shoko Robin Okada's The Bayline.バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、はい、気にしすぎだからね、うん、やっぱりたくさんいらっしゃいますよ、たくさん来てますよ。ラジオネームタカミーさんからいただきました、自分はかなりゴーイングマイウェイな性格なので、流行りに乗ったり、うん、周りの話題についていけません、うん、多少は周りの流行に興味を持った方がいいのかなといつも気にしてしまいます。
あいいんじゃないですか。気にしていますって割にそうしてないってことは、うん、そんなに気にしてないっていうことですね。ちょっとでもいつもその自分のスタイルを貫いてはいるけど、これでいいのかな、どうなのかなっていうことですよね。それで困らないんだろうね。なんですかね、こういろいろ気にしてしまうのはね。なんなんですかね。あの何分かに1回にニュース見てどうすんだっていうことですよね。ニュースってのは世の中のねことを知るのはあれですけど、まあ、もちろん大事。どうでもいいやつね。どうでもいいやつ。この番組で散々エンタメニュースとかやってるのに言うのもあれだけど、はいはいはい、ね、それでも何分かに1回って大して変わってねえよみたいなね。まあまあまあ、まあ、それ気にしちゃうのあるじゃないですか。見るんでしょ。見ます。ツイッターのニュースのエンターテインメントみたいなとこ、ツイッターで見ちゃいますね。まあね、まあ、この番組で紹介するんだから見ますけど、うん、その何分に1回見なくたっていいだろうっていうのをね、しょっちゅういろんなの見たりするじゃないですか。1回見出すとキリがないですもんね。ね、流行りとかね。さ、もう左右され、ね、あんまりこう影響を受けすぎるのもどうかって思いながらも気になってしまうの、ね、でも逆に知らないで、え、それ教えてって言ってくれる人がいる方もいいですよね。会話としてはみんながみんな知ってる知ってるだとつまんなかったりするじゃないですか。だから、ああそうだね、そうそうそう、だからまあ別に本当に興味なかったら全然知らないで教えてっていうので、うん、ね、いいで自慢げに話してきたのに、いやいや関係ないから、全然あのそんなの教えないでって言わないでね。そうそうそう、あ、そうなの、知らなかったっていうのもね、教えてって思ってなくても言ったらあの楽しくなっちゃうかもしれないから。あ、なるほどね。そうそうそう、いいと思います。はい、じゃあ続いて、はい、続いてはカモさんからいただきました。31歳の男性です。うん、私は透明のスマホカバーを使っているんですが、はい、隙間から見えるホコリやゴミを見るとすぐに掃除したくなり、あ、1日何回もカバーを外して掃除しちゃってます。周りからは気にしすぎだろうと言われます。うーん、透明のスマホカバーを使っているけれども隙間からゴミとかホコリが目立っちゃうんですね、普通のスマホケース。じゃあ入らないやつをした方がいいと思います。いや、どうしても入り込んじゃうんじゃないですか。わかんない。ペタッと貼るやつはもう入んないでしょ。ねえ、あ、取り外しできるタイプのやつだからいいのか。そうかそうか、そういうこと。がっつり貼るやつじゃないです、ガラスのやつじゃないです。どういうことだと思う。透明の、透明の、簡単に外せるやつ、ね、だからあの山寺さんは、はい、あのいろいろカードとか入れるやつ使ってるじゃないですか、はい、で私はあのカポってはめるやつの、これの透明版ってことなんじゃないですか、で、あ、で表面にもこれついてるって。そうそう、でこので隙間から入っちゃって、うう、多分それが見えちゃうんだと思いますよ。あ、隙間って表面じゃなくてね。そうそうそう、勘違いしました、だと思います。そっかそっか、そういうことね。僕あの手帳型みたいなんで、これ1個あればもう何もいらないみたいな、これなくしたらもう終わりみたいな。スマホケースってどれが結局一番いいのか分かんなくなりますよね、いろいろありすぎて、まあね、私はあの衝撃に強いやつを使ってるんですけど、ですごいいいなと思いながら、あ、透明なのも可愛いなと思うし、僕カードから何からいろんなもの入るやつ使いますけど、うん、そうすると自撮りができないっていうね、セルフィーができないっていう。あ、そうなんですか。ボタンなんか触りにくいんですよ。やろうとはできるんでしょうけどね。山田さん自撮りするんですか。まあ、しな、あ、あの、お仕事でさ、たまに。めったにしないけど、たまにね。なるほど、なるほど。いや、難しいですね。ああ、なるほど。でもね、あの、がバリバリに言われてても、全然気にしない人よりね。いる。いいんじゃないですか。うん。僕、AirPods のケースに、ポケットにずっと入れてるんで、細かいホコリがえらいつくんだけど、あれどうやったら取れますか。誰か知らない。あれだって水洗いしちゃダメですよね、絶対。あれ自体が充電器になってるから。はいはいはい、エアポッツに細かいのって綿棒でやっても取れないんです。めちゃくちゃわかります、それ。みんなどうしてるんだろう。もしわかる方教えてください。じゃあ続いて、ラジオネームやちよの空豆さんからいただきました。ありがとうございます。気にしすぎということで、私が気になっちゃうのは、我が家の息子は、仕事がシフト勤務で、夜勤明けや夜勤前は家でお昼ご飯を食べるんですが、カレーが大好きで、よくココイチのデリバリーを頼みます。しかし注目は、平日の昼まで大盛りカレーを一つだけ。私はお昼ご飯を軽く済ませるので息子の分だけ頼むんですが、玄関に取りに行くのは 100% 私、配達の兄さんはいつも同じ人。どう考えても、太っている私が平日の昼間に一人で大盛りカレーを食べていると思われているはずなんです。正直恥ずかしい、違うんですと叫びたい。気にしすぎですかね、ということで。あー、そっか。でも確かに女性で、あの、私もね、大盛りを食べたい時があるんですけど、うん、やっぱね、なんかちょっと恥ずかしいですね。恥ずかしくなっちゃう。いいじゃないですか、全然。そう、いいんですけど、うん、でも、ね、この場合、私じゃないよって言いたくなる、この空豆さんの気持ち、めちゃくちゃわかります。うん。だから、ね、息子がこれが好きでねって一言を、うん、あ、ね、そうですね。さりげなく、お会計のお金は、息子が大好きなんですよ。いつも喜んでます。ありがとうねって言えばいいんじゃないですか。そうか。あ、
いい、それがいい、これを言うね、説明じゃなくてね、息子本当に、ね、確かに確かに、さりげなくていいかもしれない、息子に取りに行かせる、ね、まあそれが一番ベスト息子でもあれか、忙しいお仕事でね、疲れてるから、あ、そういうことなんだ、ね、うん、だと思いますよ。はい、はい、さあこの時間ここまでということですね。はい、はい、さあこの後6時台は街角 DJ しまちゃんこと島村ゆきおさんが登場します。今日は気にしすぎを違う角度からレポートって言ってましたけ ど, どううさっぱりわかりませんけど果たしてどんな気にしすぎが登場するのかお楽しみに。それからですね、各種でやってますラジオなのにフォトバトルもございます。今日は日本をテーマに写真対決ということ で, これなかなかね難しいまだどれにするか迷ってたけど、いろいろ撮ったんで、ずっと迷ってる、50枚ぐらい撮ったんで、撮りすぎですよ。リスナーの皆さんもですね、これぞ日本という写真がありましたら、うん、ツイッターのタイムラインに投稿お願いいたします。そして気にしすぎも引き続き受け付けております、はい、メッセージはベイラインアットマークベイ FM.co.jp まで、ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。この後しまちゃん登場。時刻は午後6時を回りました。ベイ FM から生放送でお送りしておりますバズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベライン。はい、6時台はいつものこのコーナー、島村幸男島ちゃんがいろんなスポットに新スキボスマシカの DJ のコーナーです。今日はどこに行ってるんでしょうか。幸男、はいよー、ゆきおでございます、はい、今日本当にいい、ね、うん、お天気でございましたけれども、やっぱり日が暮れるとちょっと肌寒いかなっていう感じですね。一気にね、はい、そう、よろしくお願いします。はい、お願いします。で今日猫時代のテーマ、気にしすぎということでしたが、はい、まあ、僕もいろんなものをですね、うん、気にしすぎな方に今日はね会いに来てしまいました、うん、ということで今日はね市原市市草にありますクラフト宮野というところでやってましたね、やってましたよ、はい、JR のね内房線、五井駅と姉崎駅の間ぐらいでしょうかね、うん、早速お店の方ね、宮野さんにお話を伺ってみたいと思います。こんばんは、はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。お願いします、宮野茂吉さんのことですね、はい、宮野さん、なんかね、職人というよりなんか、うん、小説とか書きそうな雰囲気のね、はい、方ですね。あ、そうですか、文化人とか、ね、よろしくお願いします、はい、お店がねログハウス風でございますね、はい、で店舗内にはいろいろな作品が並んでいるんですが、はい、クラフトという名前がついていることなんですが、一体何を作ってらっしゃるんでしょう。あの木でですね、いろいろ文具系が多いんですけど、名刺入れとか、ボールペンとか、カッターナイフの絵とか、いろいろ、うん、テープカッターなんかもやってますね、はい、日常僕らがいろいろ普通に使ってるものを全部木で作っちゃう、はい、木にしすぎじゃなく木にしすぎちゃうということです。そういうことか、そうなんですね、これ、もう本当にね馴染みのいろんなものが全て手作りですよね、これね。はい、手作りです。一点物ってやつですか。そうですね、同じものはないですね。これもこういったその木を使ってのいわゆる木工っていうのはいつ頃から始めたんですか。ですね、50歳の頃ですからもう17、8年になります。きっかけは。きっかけは前やってた仕事がちょっときつくなって、で好きなものづくり、特に木で作るのをやりたいということで始まりました。結構でも若い頃からそういった木を加工することとかっていうのはお好きだったんですか。はい、好きでした。なんか作るのは好きでした、ボート作ったりですね、カヌー作ったりね。ボート結構本格的ですね。そうですね、作れないログハウスなんかもね作りました。じゃあこのお店とか木積み上げてるのも全部宮野さん。はい、全部自分で一人でやりました。誰かに教わったりとか。独学ですね、本見て。独学、はい、これでも長いことをね、お仕事をされていた中でいきなり木工芸作家になったわけですが、奥様なんて言ってました。なんかすんなりどうぞみたいな。それでにこやかにリエコさん笑ってますね。優しい、好きなことやればみたいなこと。いいですね、やっぱそういうなんか支えがやっぱりあるんですね。そうですよね、それが一番ですね。木だけに根っこはやっぱりしっかり夫婦の中では張ってるってことですね。あ、そうですね、よかったよかった、ね、でいろんなものを、ね、木にしちゃってるわけですけれども、うん、一つ一つちょっと紹介していきたいと思いますが、まずカッターナイフですね。このカッターナイフの刃の部分は通常のものですが、それを覆うその
持ち手っていうのが全部木である。そうです、あの持ち手の部分をね、市販のやつはあのプラスチックとか金属なんですけど、うん、その周りに木でいろんな面白い木を使って持ちやすくしてます。これは一つの木から削っていく。そうです、一つの木から、はい、自分で工夫して、このカッターの部分を木でしっかりその抱え込むというか抱きかかむ、抱きこかむ、抱き込むっていうんですか、そうです、これ相当技術いりますね。はい、刃も削る道具も自分で作ります。道具も作るんですか。そういう風にしないとダメなんですね、やっぱりね。あの市販の、うん、刃では合わないので自分で作ります。でその持った感触っていうのがそのやっぱり木ならではのそのぬくもりってありますね。そうですね、木はもともと実際あったかいんですけども、うんうん、もう昔から人間はね木に支えられて生きてきましたからね、相性がいいんだと思います。それからこれはアートナイフって言うんですかね。そうですね、アートナイフとかデザインナイフって言いますね。こういうの切り絵とかに使うやつですかね。そうです、切り絵とかあとは消しゴムはんことかね、細かい作業するのに。だからこれ本当にその一つ一つが全部木目とか色味とか手触り風味が全部違うんですもんね。そうです、同じのがないです、はい、これ何種類ぐらいのいわゆる木材材木使ってらっしゃるんですか。数えたことはないですけど50とか60とか日本の木もありますけども、あとは外国の木なんかもありますね。この木によってはその硬木だったり柔らかいとかっていろいろあるわけでしょ。うん、あります。うちの場合特に広葉樹系って硬い木の方が多いですね。カシとか。そうです、カシなんかも使います。はい、じゃあ松とか桜とか杉とかそういうのどうなんですか、柔らか系は。ね、松は、まあ、使うことはありますけど桜とかは大丈夫で使います。はい、これ削っていって最後の仕上げっていうのはここでよし OK っていうのってやっぱ宮野さん決めるわけですもんね。そうですね、だから木によって若干違うんですけどもなかなか難しいところで これでいいってことはないんですよね。これでもその削っていくことによって例えば木が教えてくれるとか。そうです、木の具合を削った具合を、まあ、木と相談するって言ったらあれですけど、そんな感じでやりますね。これだってその木がどういう状態で保存されていたかとかで本来持っている色だったりその木目だったりが全く違う木になってるっていうこともありますでしょう。あります。山の中で伐採してそのままなってた木なんかは、腐っただけども製材してみると面白い木目が出たりするんですよね。特にだからそういう面白い木目のところを使います。節とかコブみたいなところとかっていうのはどういう風な表情になるんですか。もう何とも言えない、芸術家がこう なんていうのかな、描けないようなね素晴らしい模様が出てきます。そういうのがもう手に入るともう全然やる気になりますね。だから本当に一点物ということですよね。もうまさに一点物です。で実際そのいろんなその職業の方々が使うその道具ということでいろんなそのオーダーみたいなのとあるんですか。はい、例えば刀のようにしても使い方が持ち方がみんな違うらしいんですね。だからその人に合わせた形のものも注文で受けて1点ずつ作ります。オーダーメイドすごい、はい、もうちょっとフォルムを細くしてくれとか。そうです、はい、あとねだからそのカッターナイフでも本当に手のひらサイズのものがあったり、はい、ボールペンだったりですね、はい、その小さくなっちゃった鉛筆をもう一回使えるっていうこれ鉛筆ホルダーっていうんですかね。鉛筆ホルダーですね。あー、なるほどね。これもいろんなタイプがあります。そうです、お客これ全てほとんどがお客さんからの最初は注文で作り出したんですね。で評判が良かったもんですからうちの定番として出してます。主にどんなお客さん買っていかれるんですか。ペン類だとデザイン関係やってる人で切り絵とか、あと今は線描画っていうんですかね、細かい、線で絵を描く人とかね、そういうデザイン系の人がよく買ってくれます。実際 の買っていかれた反応とかどうなんですか。反応はおかげさまですこぶるいいです。また毎年1点ずつ買ってくれるようなお客さんもいるし、例えば
あのデザインフェスタなんかであるお客さんは筆箱の中を見せてくれたらうちの筆記具がいっぱい入ってて、そういうのもあります、はい。全国的にクラフトイベントを積極的に出展されてますもんね。はい、お客さんと対面販売っていうんですか、この木はこういう木ですよと、そういう説明しながら販売したいんですね。お客さんの直接声を聞きながら、だから通販とかはやってません。ちなみにですね、まあ、全国でいろいろなそういったクラフトのワークショップなんかあるんですけれども、はい、近いところでいうと10月26、27、これ福島の手仕事市場というこれイベントがありますね。で11月の9日、10日がアートクラフトイン市原、はい、そうです。それから11月の16、17、これでかいですね、東京ビッグサイトデザインフェスタ、はい、デザインフェスタっていうのがあります、うん。数千の作家さんが来ますのでね、見応えあると思います。はい、これ改めて木のいいところ魅力って宮野さんから見てどうですか。そうですね、まあ基本的に何か作るのが好きなんですけども、特に木で作るっていうのがなんかハマったみたいですね。相性がいいっていうか、それに何て言うのかな、木目が本当に芸、ね、普通の芸術家が作ったんじゃない、自然の芸術家が何か作ったような、そういう木目とかね、色とかそういうのがたまらなく好きですね。なんか分かっていただけますかね、この雰囲気ね。ぜひクラフトイベントなんかにもね、手に取っていただきたいんですけれども、オーダーメイドで、机とか椅子とか家具の製作も行ってもらえるんですもんね。はい、本来そっちが本職なんですけども、ね、今はこっちの小物の方にちょっと、主流になってきてます。なるほどね。ね、じゃあ最後にリスナーの皆さんに何か PR とかありますか。はい、いいですかね、はい、ちょっと宣伝して、先ほどもお話あったんですけども、11月の9、10に私の地元の市原でアートクラフトっていうイベントがあります。私もそこへ出展します。あと全国からいろんな作家さんが来ますのでね、よかったら遊びに来てください、はい。これは勝さん、さらしな公園でしたっけ。はい、そうです、五井駅裏の勝さんさらしな公園というところで11月の9日10日の土日ですね。はい、そうです。じゃあぜひ、宮野さんにも、ね、奥さんもいらっしゃるんですか。一緒に手伝ってもらいます、はい。じゃあそんな、ね、雰囲気の、ね、いい感じを、ね、ぜひご覧になっていただきたいと思いますが、いかがですかスタジオの2人、木のぬくもりです。全部素敵です。いろいろ写真見せていただきながらお話聞いてたんですけど、いや本当にこの木のぬくもり、でこれね、僕見たら海の見えるテラスのテーブルセット、こういうのも素敵、小物もいいけど最高です。ありがとうございます。ねえ、はい、いやいや、おしゃれだし、ね、唯一無二のものね、はい、ぜひ、ね、建物なんで欲しくなりました。気になった方はですね、ぜひね、チェックしていただきたいと思います。ということで、宮野さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ということで、市原市のちぐさにあります、クラフト宮野から幸男がお届けしました。はい、とってもいい、気にしすぎでした。ありがとうございました。ありがとうございました。そう来たかっていう感じですね。ね、最初分からなかったんですけど、何を気になさってるのかと思ったら、ね、そういう方か、宮野さんとかね、いや、すごい、木製のいろんなものを皆さんね、ホームページでもいろいろあるんでね、いろんなもの作れるこんなものとか、ね、すごいですよ ね、本当に身近なものまでいろいろあるということです、皆さんぜひ注目してみてください。ありがとうございました、はい。さあ今日ね、プレゼントもですから、皆さんぜひメッセージをお寄せいただきたいと思います。気にしすぎね、まだまだ募集中です。栄町ドラクロ豆生産販売推進協議会より、栄町の名産品ドラ豆の枝豆 200g5 袋入りを1セットにして3名の方にプレゼントでございます。ご希望の方はお名前、ご住所、お電話番号明記の上、メッセージはベイラインアットマークbayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。なお、プレゼントの発送は栄町ドラクロ豆生産販売推進協議会からとなります。さあ、それでここで一曲お届けしましょう。台風15号の時も、そしてね、19号の時にも赤十字を通じて義援金を寄付したことをね、公表なさった YOSHIKI さんね、いろんな活動なさってますが、 YOSHIKI さん率いる X ジャパンのナンバーいきましょう。オーケストラは1994年の曲です。 X ジャパン Lusty Nail。 The Bayline。ここでベイフェムからお知らせです。ベイフェムでは台風15号で被災された千葉県内の多くの方々を支援するため、
皆様からの義援金をお願いしております。義援金は銀行振込でお受けいたします。振込先は千葉銀行中央支店普通預金口座3610432、口座名義はカタカナでベイ FM ラブアワーベイ募金。繰り返します。千葉銀行中央支店普通預金口座3610432、口座名義はカタカナでベイ FM ラブアワーベイ募金です。この義援金のお振り込みにかかる手数料はご負担いただきます。ご了承ください。なお千葉銀行の本店支店の窓口で お振り込み手続きの場合は振込手数料は無料です。お寄せいただいた義援金は千葉県の令和元年台風15号千葉県災害義援金を通じて全額被災された世帯に対して見舞い金として送られます。また先日発生した台風19号に伴う災害により各地に甚大な被害が生じています。この災害で被災された方々を支援するため日本赤十字社では令和元年台風第19号災害義援金を受け付けています。こちらにお寄せいただいた義援金は全額が被災地に届けられます。詳しくはベイ FM のホームページをご覧ください。皆様からの温かいご協力を心からお願いいたします。マスウカヤマダラと岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、ご時代気にしすぎというテーマで皆さんからメッセージいただきましたけど、お一方リスナーの方と電話つないで直接伺ってみましょう、うん、もし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 、はい、こんばんは。こんばんは、はい、お名前教えてください。雪上中です。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあ今日はね気にしすぎってことなんですけど、はい、雪上中さんが気になさってるのはどんなことですか。妻との会話の時の妻の声色だったり、はい、あの言葉ですね。あー、なるほど。ほう、声色、言葉、はい、すんごい気になるんだ。そうですね、やっぱどうしても、うん、まあ普通に話してるだけなんですけども、うん、ちょっと声が低いかなとか、なんかちょっと疲れた感じの声なのかなってなると、なんか怒らしちゃったかなとか気になっちゃいますし、言葉もちょっといつもと言い方がなんか違うかなと思ったら、怒ってんのかなとかっていうのがちょっといちいち気になっちゃって、いつも、はい。奥様に気遣いをなさってると優しい雪上中さんの ね、 ね、それか何かやましいところがあるのかね。いえ それはないんですけども、ちょ今大丈夫ですか。いえってなりました。大丈夫ですよね。ないですよね。愛してるから言われた愛してるから気になってるだけですよね。そうですね。愛してるからいつもそれで、あの妻に言うとそんなことないよって気にしすぎとは言われるんですけども。あ、そうなんだ。そうなんですか。別に奥様はわざとちょっと怒ってる風にしてみたりとかそういうことではないんですね。ではなくて、ただ僕が気にしすぎなのかなっていう。ああ、うん、あの僕がね、あの来月やるお芝居の中でですね、まあ、はい、あのセリフであるんですよ、まあ、イギリスのコメディなんですけど、はい、お前まだ結婚してないから知らないが、はい、怒れる妻より恐ろしいものはないんだっていうセリフがあるんですよ、うん、僕そのセリフが好きなんですけど、はい、そういうことじゃないんですよね。そういうことじゃないですよね、まあ、ただ怒られた妻は怖いですけども。あ、やっぱりそうなんですか、うん、そうですね、やっぱし、うん、好きな人に怒られることほど怖いことはないですからね。そうね、愛してるからこそね。そうですよね。だって一番近い存在ですもんね。なこさんの声も聞こえますけども ね、はい、ねえ、それ気遣いするってのはね、はい、そう親しき仲にもっていうかね、で他のなんかお仕事の関係とか友人にはそこまで気にしないんですか、雪上中さん。いや、やっぱし、うん、会社勤めてた頃は上司の声色だったり、うん、言葉だったり、まあ、友人もやっぱなりますけども、うんうん、初対面よりも、うん、もうずっと親しくしてる人たちってなってくると、うんうん、やっぱ僕の中でどうしても、あれ、この間となんか話し方が違うとか、声の音が違うなとかっていうような。うん、っていうような感じで気になっちゃいますね。気になるね、そういう気配りをしてちゃんとね。でもなんか素敵ですよね。うん、いや、そうですよ。声色でなんか大丈夫かなって思ってくれるって、うん、もうそれだけでなんか素敵だなって思いますけど。ね、うん、そこであの声色でね、あ、疲れてるのかな、何かあるのかなっていうふうにポジティブに考えれればいいんですけど、うんうん、なんか僕がしちゃったかなとか、はいはい、そういうことかなっていうふうに、やっぱりどっちかそっちかな。どうしてもネガティブに考えてしまうので、うん、そこがやっぱ気にしすぎちゃうのかなっていう。うんうん、
え、雪上中さん、あの最近はちなみにね、ちなみにどんなことで最近怒られましたすいません、立ち入ったことをねすいません、ちょっと立ち入ったことなんです、ね、そんな待てでね、うん、そうですね、怒られたっていうよりも、まあ、普段からずっと言われてるのは、うん、物事をネガティブに考えすぎだからやめなさい、うん、そういうことなのね、そうかそうか、じゃあ常にポジティブに、うん、いや僕もそういうとこあるんで非常にわかりますけれども自分も疲れちゃうしね、奥さんがそう言ってくださってんですから、ね、時々はちょっとずぶとくなったりね、緩くなったりすることも大事じゃないんですか。そうです ね、いつもあの月曜の里崎さんみたいな、あそこまでずぶとくなれたら羨ましいなと思うね、里崎さんみたいにねって僕はそう言えませんけどもなるほど、で初心者同士これからも頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。はい、これからもあのメッセージ送ってくださいね。はい、どうも。はい、ありがとうございます。お子様にもよろしくお伝えください。はい、あの山寺さんにはお子供がいつもお世話になっております。ほんと静かよ、聞こえてないんです。聞こえてないの。じゃああのね、雪上さん真似して伝えてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、優しい性格なのかな、ね、でも、ね、気にしすぎちゃって逆にっていうね、やましいことが言って本当に失礼しました。ありがとうございました。さあこの後は、はい、ラジオなのにフォトバトルございます。日本をテーマに写真対決ということで、ねうん、私が13勝、ロビンさんが2勝、はい、リスナーの皆さんもこれぞ日本という写真をね、はい、ぜひツイッタータイムラインに投稿お願いいたします。You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's The Bayline。 Bazooka Yamadela と Okada Robin Shoko でお送りしている The Bayline。 さあ各週の企画、ラジオなのにフォトバトルです。はい、小さい駅見つけたでね、私ね、この間ね4人が参加したのかな。そう、この間アリコンさんと島村さんも参加したんですけど、そうそうそう、山寺さんがやっぱ圧倒的だ、46%だったかな。アリコンさんも山寺さん強いねって言って、アリコンはひどかったですね。いや、ひどかったってことだよね。ひどくはないですけど、まあ 8% とかですけど、まあ今回はね、あの日本ってことになって、はい、そうなんですよ、まあ、ラグビーワールドカップもあったりとかね、はいはいはい、まあ、ずっとこのところにね、外国の方お客様が多いということで、うん、日本ね、日本の写真をいろいろ撮ろうっていうことでね、あってますけど、はい、改めてね、そうやって考えてみると、どこを撮ったらいいんだろう。そうなんですよね。そんなにあちこち行けないしね。そう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 。ね、でも一応日本をテーマに1週間かけて我々撮ってきたところがまだわからないということですか。そうです。あの写真はツイッターの方に、あのベイラインの公式のツイッターの方にアップしますので、どちらの日本写真がいいのか、皆さんよかったら投票機能を使って投票していただきたいなと思います。さあ、じゃあどっちから行きますか。どっちから行きますか。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、どう好きな方ね。最初。最初、はい、どうぞ。いいですか。はい、やっぱりね、私日本と言ったら、日本に住んでてよかったなって思う瞬間はやっぱね、お米を食べてる瞬間ということで、撮ってきた写真はこちらです。じゃん、山田さん、これ、はい、見たことありますか。あの箸袋がご飯の上になんか乗ってて、うん、おでんって書いてあるから、うん、おでん屋さんでなんですか、ご飯になんかおでん乗っけたんですね。これはあの日本橋にあるおたこっていうお店なんですけど。あ、おたこ。そうです。新宿にもあるよね。そう、新宿にもあるし、あの神田にもあるし、新橋、いろんなところにあるね。あるんですけど、おたこは一体昔よく。おたこの本店が日本橋に。あ、日本橋本店か。そう、あるんですけど。ね、多いね、ね、幸いって書く。そうそうそう、そうで、ね、多いに、ね、まあ、そうで幸いと書いて、うんうん、おたこって思うんですけど、あの創業が大正12年ということで、うんうん、もう昔ながらのお店なんですけど、うん、やっぱりあの本当に私はもうとにかくお米が大好きで、うん、もう。あんまりね、あの普段あの朝起きてもやっぱ絶対白米は食べますし、海外に行って帰ってきて何を一番に食べたいかって言ったら、うん、ご飯なんですよ。で、うん、そのご飯の上に乗せて美味しいものってたくさんあるけど、このおたこの、うん、このね、うん、味が染み込んだお豆腐と一緒にこのね、ご飯を食べて、横にあるしじみのお味噌汁をすすって、お漬物も食べて、うん、もうその瞬間が一番、あ、日本に住んでてよかったなーって思う瞬間なので、この写真を撮ってきました。ね、これね、何ですか、何が乗ってんだっけ。これお豆腐です。すっごい味、めちゃめちゃしみしみですね。豆飯定食って言って、もう皆さんね、もう全員がその定食を頼むぐらいすごい大人気のメニューなんですけど、もう大好きで、あのこの定食を、まあ、わかりました。何ですか。繰り返し。あの伝わった。創業いつ。12年。いつ。大正12年。大正十二年。なるほどね、歴史のあるところ、はい、ありがとうございます。さあ、対する私の背はこちらでございます、はい、じゃじゃーん。こちらが大正12年、こちら大正3年創建の明治神宮。明治神宮の、はい、これはですね、日本を代表するパワースポット、明治神宮にて、日本晴れと
松と南神門という、ね、なるほど、じゃあもういいですか、まあ、山寺さん、あの本殿のある手前にある南神門という、ね、もういいですね。ここにねちょうど日本象徴する菊の花も、まああのね、即位の礼がね即位礼が昨日あったということで、はい、それを記念して奉納されてて、はいはいはい、菊の写真と迷ったんです。で菊花店も25日から開かれる、その準備でもう菊がたくさん飾ってて、はいはいはい、その菊の花も撮ったんですが、やはりここは日本晴れ、ね、昨日の即位礼を祝うために日本晴れと松と南神門、しかも見てください、日本の国旗が何気なくねここに飾ってあったんですよ。え、これは国旗セット販売してたんでしょう。これ山田さん自分でなんか買っても、違います、ここにちゃんと映したでしょ、ここでそんなことできないでしょって日本晴れですよ。でもさ、日本晴れと、そんなん言ったら山田さん、私の写真の左下のね、 お箸のところに日本橋って、日本ってワードが、場所ですよ場所でも写真の中に、箸袋です、写真の中に私は日本がありますから、明治神宮にこのために今日行ってきたんですからまあ、たまたまあの近くで仕事があったってこともあったんですけど、そうなんですね、でもよかった、久々になんかああやって散策するとね、天気も良かったし、外国人で七五三でね、あのお子さんもいて、はいはいはい、七五三のあのね、あのお水で清めてるところとかも撮ったんですけど、はい、とか他人のお子さんもね乗せるわけいかないと思ったんで、まあ、晴れ着でね、いや、そんなのもあってね、あ、日本の良き風景だなと思って、でも本当にあれですよね、このコーナー写真対決と言いながらちょっと若干プレゼン対決みたいなとこもありますよね。さあ皆さん写真で判断していただきたいと思います写真でお願いします、ロビンさんのは何でしたっけ、タイトルはあるんですか。日本に住んでて良かったなと思える定食が日本橋のお他校にあります。あ、私は日本を代表するパワースポット明治神宮にて南神門と松と日本晴れ二人ともタイトルが長い、この長い、どっちがより日本として良かったか、ツイッターのアンケート機能で投票してください、はい、今リツイートします、エンディングで発表いたします。はい、さあそれではここで一曲お届けしたいと思いますね。写真家としてもね活躍してる、そしてる福山雅治さんでございます。1990年リリースのこれデビューシングルなんですね、僕事務所福山雅治、水浴の雨の中。海浜幕張にありますベイ FM から生放送でお届けしてきた水曜ザベイライン、 A ラストナンバーはワニマの最新曲です。11月5日火曜日、新木場スタジオコーストからツアーもスタートします。お送りするのは今日リリースのニューアルバム神なっちゃからワニマ林道。This is the Bayline. バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしてきたザ・ベイラインエンディングの時間となりました。本日のプレゼント、ドラ豆の枝豆、うん、こちらはですね、発送をもって発表と返させていただきます。なおプレゼントの発送は栄町ドラクロ豆生産販売推進協議会からとなります。なります。さあラジオのフォトバトルですけどもね、いや日本はね、皆さんもツイッターでたくさん投稿してる、そうなんですよ、すげえな、やっぱりリスナーの皆さん、めちゃめちゃ素敵です。じゃあそういうことかみたいなね、両国駅間、両国駅、江戸東京博物館、スカイツリーが一緒になってるのかね。あヌルポンさんも、あとね、バッとバツ丸さんもこの浅草のこの雷門っていうこの赤い写真とかもね、行こうかと思ったんだけどね、そうイーグさんのさざらいしもね、富士山も綺麗な写真皆さん送ってくれてる ね、このたかしさんのダイヤモンド富士とかもめちゃめちゃ綺麗、海辺のね、鳥居の人もいたな、うん、他にもね、すごいな、たくさん皆さんいろいろ全部見てますんで、ね、すごいな、とっておきの日本、これぞ日本っていう写真を送ってきてくださってます。タイムラインがいい感じに盛り上がっておりますよ、皆さんありがとうございます。いやー素敵ですね、うん、さあね、我々は、はい、まあね、あのその遠飯ですか、遠飯定食、はい、好きって方多いですね、結構 ね、あ、知ってるよっていうあのツイッターとかも多くて、うん、それと私の明治神宮のね、南神門と、うん、日本晴れと松のね、はい、さあどうなったんでしょうか、はははは、いいですか、もうそれじゃ発表で す、 いいですか、じゃあちょっと開きますね、あの私まだ押してないので、それでは発表したいと思います。はい、あ、その笑顔は、あー、飯物強いか、山寺さん、はい、58%、ロビー 42% で、ま、山寺さんの勝利、また勝ちました。なんで
なんで？まあでもね、あの僕はこれきっかけにね、たまたまあの近く、そ結構近いところで仕事だったんで行くことができてね、まあ、天気のいいこともあったんですごい楽しかったですし、はい、いや本当に ねあの菊花店っていうのは行われて、この時期ね秋を行われるじゃないですか。そこでね、もう25日から開催なんだけど、もうたくさん準備してあって、もう写真撮っても大丈夫らしかったら撮ったんですけど、いろんな方が出品してて、中には千葉県の方もいて、鋸南町の方のですごい綺麗なのあったりしてね、もしかして聞いてるリストの方かなんて思いながらね、うん、聞く大事に育てたんだな。そんなこともあって勝ちました、ありがとうございます。私の10、うん、もう何勝だか分かんない14勝。はい、ロビンさん生放送中お仕事中ですよ、喋ってもらっていいですか。だってそんな変わんないじゃないですか。だってハッシュタグベイライン見てたら、うん、あのこれは久々にロビンちゃん勝てるんじゃないみたいな、ね、僕も思いました。つぶやきもあって、みんなほらお腹空いてる時間かなと思ったんで、ロビンちゃん飯テロやみたいなコメントもあったんですけど、うん、飯テロって言っちゃったから今いけるかなと思ったんですけど、やっぱ山寺さん強いですね、うん、で他にもねいい写真いっぱいあるんでね、ちょっとまた出そうかなと思ってますよね、いや皆さん参加していただいてありがとうございます。50枚以上撮ったかな。何枚？50枚。もっと撮ったかな。すごいですね。それから僕はね、あのトラスさんのね、映画国際映画祭で、東国際映画祭で、トラスさんの映画をね、オープニングでやるってことで、そのすごいかっこいいポスターがあって、それも撮ったんですよ。あ、確かに。日本でもトラスさんかなと思ったんですけど、やはりね、今日は天気良かったんで、明治軍を行かせていただきましたけどね。ありがとうございます。ロビンさん、全部で何枚撮ったんですか？でもね、うん、遠飯だけ撮ったんですよね。20枚ぐらい。うん。はい。頑張りましょう。来週は、ラジオのフォトバトじゃなくてグッグロビンですよね。あ、そうです、はい、こちらもどうぞお楽しみに。はい、さあ明日の木曜ベイラインは伊豆の亮さんと鈴木明恵ちゃん担当でございます。皆さんぜひ参加してください、うん、ベイ FM この後7時からはインターエクスプレスです。 DJ は門脇智子さん、こんばんは。やっぱ山寺さんは、うん、あの活躍の場が広いから、そうなんですよ。出会う風景もそれだけ多いんですよ。僕は行ったんですよ、わざわざ。本当にそうです。わざわざって言い方もあれですけど、山寺さんの目でもいろんなものがヒントを得ることができる場が多い、うん、場数が多いよね。確かに多いですね、本当に。まあ、長く生きてるって意味じゃね。そうね、あ、それもあります。それもある。それもあるし、うん、やっぱり活躍してるとかっていう。本当に。センス。門脇さん、それちょっと私がセンスないみたいじゃないですか。遠飯はでも食べたくなった、確かに。あ、ね、そう、ロビンちゃんならではの完成っていうのもありますよね、うんうんうん、そうなんですか。もう私はもう落ち込んでます、ね、クックロビンの時に門脇さんに褒めてもらって、フォトバトルの時にね、落ち込むっていう、うん、その、もう助けてください、ね、ちなみにクックロビンで、はい、今度お酢をふんだんに使ったアイテムを作ってくれませんかね。リクエスト来た。お酢ですか。お酢です。門脇さん、お酢がお好きなんですか。ね、最近なんかね、こう入れ込もうとしてます。必要性を感じてきたんですか。そうです。いろいろあってね。わかりました、うん、じゃあ門脇さんからのリクエストがあるなら頑張ってちょっと、はい、考えます。お酢ですね。お酢あ、もう決まった。来週のテーマ決まった。もうぜひお願いします。というのも、はい、今週食欲の秋、調味料の使い方っつのやっておりまして。なるほど、はい、いわゆるこう定番の調味料というよりも、まあこうちょっと例えばあの昨日だと、うん、昨日なんだっけ、うん、昨日大丈夫、昨日の門脇さん、昨日のテーマ、昨日の夕飯とかも覚えてる。昨日はオイルね、さまざまな今ねオイルが出てますよね。カレーの方のオイルじゃなくてね、じゃなくてね、オイルしまうんじゃなくてね、お肌がオイリーとかそういうんじゃなくてね、さまざまなオイルで、その前は塩麹とかね、はいはい、あ、そういうちょっとこう使いこなすの難しそう。そう、使いこなすの難しいけど、うんうん、ちょっとそれ使ってみたいなっていう、そういう調味料をちょっとピックアップしてるんですが、今夜お酢です。お酢、はい、お酢って言ってもただ普通のあのいわゆるお酢だけじゃないじゃないですか今、うん、いろいろありますよね。ありますよね、うん、その使い方がわからん、わからんわからんわからん、難しいの使う。僕は宮崎のマキシマムあれば何でも食べられますけどね。宮崎のマキシマム調味料、うん、全部入ってくる。マキシマムっていう名前なんですか。宮崎の人はみんな知ってるやつ、すごいネーミングですね。サラダも肉も魚もそれ1個で全部何でも食べられる、それで、はあ、すごいネーミングですね。、はい、まあ、とにかくさまざまな調味料がある中で、わかりました、はい、本日はお酢をピックアップしたいと思いますので、うん、来週かな、再来週かな、来週ですね、ロビンちゃんの来週、はい、来週です。お酢のね、メニューも楽しみにしながら、はい、嬉しいテーマを考えていただいてありがとうございます、はい、リスナーの皆さんにも美味しいお酢を使った料理を教えていただきたいと思います。お願いします、うん、お願いします。じゃあこの後頑張ってください、はい、どうも。ほぼリクエストで、ね、お酢だって、お酢ね、来週グロミンですからね。あ、なんだろうな、お酢か。さあ、はい、それから来週はですね、
この番組「クスヨベーライン」ゲスト登場でございます。そうなんです。10月30日になんとデビューシングル「Here Comes the Sun」をリリースする、あら中村修吾、あらモザイクナイト火曜日で活躍というか、私の後輩、まあ、声優としてね、はい、今うちの事務所ではもう一押しですから、うん、頑張っておりますけども、中村修吾さん、私の代わりにもねここに来てくれましたけど、そうですよ、修吾がなんとデビューシングルを出すと、おーすごいということで、おめでたい、もうこの番組でいじり倒してやろうかと思って、もう若い目は積んどこう、いやダメだ、うちの事務所だからダメ、そういうわけがない、ちょっと頑張ってもらわなきゃいけないんで、自分の後輩じゃないですか、修吾に頑張ってもらわなきゃいけないんで、出ますので、ね、ぜひ楽しみですね、なるほどなるほど、はい、はい、もう大丈夫です、もう大丈夫ですか、いやーちょっとね本当に、うん、今回のちょっと写真が全然うまくいかなかったので、来週の、いや全然うまくいかなくないですよ、本当ですか、もうほぼね前より全然良かったですよ、もう上からなんですよ、山寺さん本当に、来週よし、これでお芝居の稽古も頑張れるぞラフィングライブよろしくお願いします、宣伝した、お相手はバズーカ山寺と岡田ロビン翔子でした、一気に宣伝入れました